はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今週もやってまいりました、キコのチャンネル日曜野崎&市場なおあて店、野崎&なおあてのライトでこうユーパチ対決、今週もやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今週はですね、予定をちょっと変更させていただきまして、先週に引き続き野崎店の方から、お送りする形なんですけれども、ちょっとね、すみません、ノイズ入ってるねっていう、ね、方いらっしゃるんですが、ちょっとこれ弾補給の音ですかね。そうですね、はい、今ちょっと補給機が、絶賛稼働中ということで、若干あのサーっていう音が入ってるかもしれないですけども申し訳ございません、ご了承、もうすぐ止まりますんでね、ご了承いただければと思います、はい、はい、ということで、予定を変更してですね、野崎店の方からお送りするわけですけども、はい、何ですかこれ、今日はこれ何ですかね、はい、これはですね、あの野崎店、はい、あの黄色の日っていう札なんですけどね、はい、黄色の日、はい、黄色の日です、はい、黄色ですね、これ、はい、完全に黄色、はい、明日は僕らの服装も全部黄色になっちゃう日なんで、なるほど、はい、明日はイエローの日ということで、イエローの日です、ね、なるほど。これ店内とか今映ってるんですか。店内映ってますよ、このあれですかね、はい、この旗フラッグとかはね、そうですね、はい、黄色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 一色とね、はい、はい、なってますけども、カレー曜日かって言われて懐かしいよそれカレー曜日とかありましたけどね、昔ね。はい、ということで明日はぜひね、黄色の黄色です曜日を、キコナ野崎の黄色デーを楽しんでいただければという、はい、あ、いい T シャツですね、はい、I love、はい、お待ちしております。 I love、 We love 野崎かね、なってますけどねはい、っていう形になってますんでね、はい、ぜひ、ぜひ遊びに来ていただければと、ね、いう形になってますね、キコナ、はい、We love 野崎ね、なってますんで、はい、ぜひ遊びに来ていただければという形ですかね、はい、っていうそういう大事な告知の中、はい、なんと当の、店の長、たこ焼き店長が本日は、結婚式のために、はい、今はまだいないということで、はい、今こちらに向かっている最中、さっき連絡したらなんか今、はい、淡路島のところにいるみたいな、まだ淡路島なんですか、はい、あと1時間ぐらいかかる言ってましたね。1時間で来れます淡路島から。なんか頑張っていくとは言ってます。ああ、そうですか、はい、あ、なるほど。じゃあね、放送時間中にたどり着けるかどうかもね、ぜひ、皆様で、楽しみに待っていただければと思いますけどね、はい、はい、たこ焼き店長今日もこちらの方に今向かってるということですね。香川から向かってますんで、はい、実家の香川に戻って、なんかお友達の結婚式かなんかでしたかね。そうですね、そうですね、はい、行かれてるということで今戻ってきてるということになってますね、はい、淡路島から泳いでくるのかって言われてますけどね可能性は十分ありますけど、あのとはね、はい、ショートカットとか言いそうですけどね、はい、そんな感じになってますんで、ぜひ、24時間マラソン企画かよとか、ね、言われてますけどね、そんな感じになってますけどね、放送時間中にたどり着けるかどうか ね、ぜひご期待いただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということでね、本日は、市場の後の最後店長もこの野崎スタイルということで、ね、まあ、はい、黄色のね、黄色で、黄色一色で、今日は、はい、統一で、はい、いや、そんな言ってくれたら俺もちゃんと黄色とか着てくたのに、そんな、ほんまですか、はい、ほんまですか、ね、なんでかちょっとキレ気味でちょっとキレ気味に言われないといけないのかよくわかんないですけどね、本当にね、はい、まあ、明日はのぞ、あ、明日っていうか日付変わって今日ですか、はい、はい、野崎は黄色なんですけど、なるほど、あの市場の後の、はい、この12月ですね、はい、3周年を、おお、めでたい、なるほど、はい、2011年の12月オープンなんで、なるほど、はい、ぜひ12月は市場の後へ、はい、なるほどね、はい、もう周年と周年月間という感じですかね。そうですね、はい、なってますんで、ぜひぜひお願いします。そちらの方も合わせて、はい、ね、覚えておいていただければという感じですかね、はい、いや、3周年ということですが、宮戸店長、いわゆる最高店長が、はい、市場の宛に着任してからは、は僕3月からですので、はい、まだ、8ヶ月とかですね。8ヶ月か、はい、ですか。そうか、そんなもんですよね。はい、はい、市場なんてそれまではね、いろいろ有名な、あの放送では有名な方がね、いろいろ店長されてたということで、はい、今の森口店の辻本店長とか、はい、ね、店長されてたお店ですけども、それがなんと3周年ということで、ドラえもん店長もそうですからね。ああ、そうです、そうです、はい、ドラえもん店長ですよね、東大阪のね、そうです、はい、店長も、通ってきた道、はい、市場の当て店がね、3周年を迎えるということで、はい、ぜひ覚えておいていただければと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということで本日はですね、当初の予定では、市場の当ての方からお送りする予定だったんですけれども、はい、野崎店の方からお送りさせていただくということで、野崎店からやるんだったらちょっとね、リベンジしたいという、はい、ご要望をいただきまして、はい、本日こちらの機種、改めて打たせていただくことになりました。ドーン、見えますかね、CR メゾン一国好きなのにてんてんてん、イエーイということで、299バージョンミドル、何で笑うんです、そこだ
そこなんで笑ってんのお前ら。何のリベンジですかちなみに。え、リベンジですよ。もう一回ね、はい、改めていいところを見せたい、お見せしたいっていうことですよ。なるほど。はい。わかりますか。え、松浦さんのリベンジですか。あ、俺打っていいんですか。打たれます。あ、エンデック軍も、あのね、エンデック軍だと、はい、ちょっとね、メゾン打ちたいって言ってる人間が一人いるんですよ。はいはいはい、ちょっと映していいですか。どうぞ。こいつだ、ドーン、はいはい、どうしても打ちたいんですね、はい、いやーね、なかなかホールにないんですよ、はい、自分がね、打ちたいのを仕事を使って楽しもうとするこの、いやいや違います、違います、このアグレッシブな姿勢。違う違う違う、はい、でもちょうど3台ありますからね。ありますね。いやいや、メゾンはね、すごい評価いいんですよ。はい、はいはい、だからもっとね、いや面白いですよ、いいですよね、いいですよね、はい、まあ今さすがやとかね言われて、はい、ちょっとじゃあ、ま、もうあっち入ってもらっていいですか。じゃあ職権乱用なや、乱用なやないかって言われてますけど、今日は3チームで戦うっていう。あ、にしますか。いいですか。出玉当たりですか。にしますか。はい、3チーム対抗戦ということで。はい、あ、しますか。わかりました。じゃあ急遽、本当にいいのそれで。松浦さん、じゃあ途中で変わります。あ、俺も別に打ってもいいんですか。え、打ちたくないんだったらね。え、途中で変わります。じゃあ、あ、分かりました、はい、じゃあちょっとね、まあ真打ちは一番最後に登場ということになってますんでね、私の実力は一番最後に見せるということで、はい、先勝利なってますんで、分かりました。じゃあ急遽、今本当に今決まってる感じですけどね、これね、はい、生放送中に番組のスタイルが変わっていくというところで、はい、生放送っぽい感じですけど、じゃあ今日は三軍対抗、はい、メゾン一国対決ということで、はいはい、お送りしていきたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしま す, お願いします。なんかきっちり自分も黄色チームに、ね、入ろうとするとか、いやいやいやあざといあざとい姿勢をね、松浦さんにもやっぱ空気読んで黄色い服着てきだから、最初に言ってくれれば言ってくれれば着てきたのに、そんなね、いきなりなんか俺だけ一人名前ね、一人だけ仲間外れみたいな、ね、一応黄色入ってますけどね、まあ、ちょっとだけ ね, ねちょっとだけ黄色ありますけどね、ロゴ、ロゴ、はい、見えない見えないなんかね、はい、そんな感じになってますけど、じゃあ、はい、そんな感じで3台メゾン一国三大回しでいいですかね。はい、はい、わかりました。急遽決まりましたので、じゃあその感じで本日お送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあどうですか、早速座っていただく感じでよろしいですか。はい、はい、お願いいたします。マイマイガンバーとか、マイマイ人気すごいな、本当ちょっと嫉妬するわ本当松浦さんね、最後美味しいとこ持っていくから大丈夫ですよ、はい、なんでそのトゲの悪い言い方なんなんだよ。いやいやいや、あ、メゾンよっしゃーとかね言われてますけどね、はい、前も圧勝だろうとかね言われてますけど、引きは結構本当にね、前回当ててますもんね。あ、ね、ありますんでね、2時ぐらいで当たるっていう、はいはい、じゃあいつもでしょうとかね言われてますけどね、はい、じゃあ座っていただいて、完全に職権乱用ですけどね本当にね、打ちたいけど入ってないからキコーナでの放送で打たせてもらうとかね。いやだってね、キコーナさん来れたら一番いいんですけどね、はい、本当に。はい、じゃあいいですか。はい、こちらね、まずはね、中村さん、こちらの顔に、あの、こちらのカメラにお顔いただいてもよろしいですかね。はい、そうですね、はい、はい、行きたいと思いますね、行きますよ、いいですかね。はい、それでは行きたいと思います。キコーナチャンネル、日曜野崎&市場のあてて、野崎&のあてのライトでこうユーパス対決、本日は平和メゾン一国好きなのに点点点、こちらが3機種、すみません、3台で野崎軍、縄手軍、エンデック軍の3軍対抗出玉対決という形でお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしいですか。はい、お願いします。はい、それでは下スタートよろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで急遽始まりました3軍対抗戦ということで、カメラのね、準備がね、枠の準備ができてないんで、ちょっと待ってくださいね、最初にね、画面の方の準備だけさせていただきたいと思いますので、メゾンは何台導入してるのって言われてますけれども、中村ドンさん、これ貴重な野崎店はメゾンは全部で何台ですか。3台です。3台導入済みということでね、ちょうど3台あるという感じですかね本日ね。はい、4台あったらね、全員で打ってたんですけどね、はい、あ、4台あったら全員で打てた、うん、あ、私も含めてってことですか俺に気遣ってもらってるんですか。あ、全然大丈夫ですよ本当に、それは。いや、気遣わなくていいですよ、はい、松田さん。あ、そうです、はい、そうそうそう、はい、私はね、あの、単なる MC でございますね、はい、全然大丈夫ですよ、気遣っていただかなくてもね。音量とか大丈夫なんですかね。音量どうですかね、若干少なめ、小さめでしていただければいいかな。2ぐらいでいけますかね。2ぐらいで、はい、大丈夫だと思います。はい、じゃあこんな感じで、よいしょ、ちょっと小さいですかね、大丈夫ですか。いや、今ちょうどいいぐらいじゃないですかね。はい、どうでしょうかね。
これで見えるかな。中村トンさん若干ですけどもカメラにちょっとかぶってるんで、そうですね、そんな感じで、はい、お願いいたします。はい、あ、音大丈夫だよってことで、ね、教えていただきました、ありがとうございます。じゃあこんな感じでね、お送りしていきたいと思いますので、中村トンさんがこっちですね。すいませんね、本当にね、本当に今この番組を進行しながらこういう企画が決まっていくというね感じですね、はい、今カメラのね、あのレイアウト変更させていただいておりますので、もう少々お待ちくださいね、ちょっとね。まあでも生放送っぽくていいっすね。まあ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 ね、まさに生放送っていう感じですけどもね、どうでしょうかね。はい、ちょっと待ってくださいね。いや、いきなり小野正俊流れてますけどね、名曲ですけどもね、どうですかね。はい、こんなもんかな、これでいけるかな。はい、じゃあこんな感じで、見えますかね、大丈夫ですかね。はい、じゃあこんな感じでお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、じゃあ本日もたくさんコメントいただいてますね。すでにね、たくさんの方に来ていただいてコメントもめちゃくちゃいただいてますね。どんどん読んでいきたいと思いますね。たこ焼き店長、結婚式から帰ってきたかな、バーはオープンするかなということで、よくご存知な、ね、方いらっしゃいますけども、今、淡路島方面、ぐらいですかね、はい、こちらに向かっていただいているという形ですね。さて今から貴重なの時間だわらわら、最後店長、高木店長、こんばんは、こんばんは、お今日早い、最後店長、高木店長、松浦さん、こんばんは、どうもありがとうございます。んんなんかノイズ入ってるねってことで、どうですかね、若干さっきよりはマシになりましたか、ね、マシになりましたかね。補給の音が、弾の研磨の音ですかね、研磨装置の音がちょっとしてたんですけども、もうすぐ止まると思いますんでね、はい、よろしくお願いいたします。今日は黄色いね、黄色いな、なるほど黄色かってね言われてますけどね、野崎店ぜひ明日遊びに来ていただければという形になっておりますので、よろしくお願いいたします。こんばんは、あれたこ焼きさんはということで、今淡路島から泳いで向かっているという形ですね。こんばんは、まいまいさん、松浦さん、最高店長、今日も見せてくれよということでね、いいところをぜひね、はい、頑張ります、皆様にね、見ていただいて楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。リングじゃなくなってるってことでね、急遽今日は予定変更させていただきまして申し訳ございません。電気屋さんの店員さんって言われてますけど、ね、確かにあの頭にね、鉢巻き巻いて T シャツ ね、あのワイシャツの上から T シャツ着るっていうあのスタイルがね、あの最高スタイルがちょっと電気屋さんの店員さんっぽい感じは確かにありますけども ね、はい、どうですかね。なのに松浦は黒い、なんかザーって言ってる、カレーの日って何やってます、カレー曜日かって言われてますけどね。こんばんは、今日も福島から見てますってことで、ありがとうございます、ありがとうございます。イベントかイエローフラッグってブラックラ、ブラックラ違いますよね。メゾン見たかったから嬉しいという方いらっしゃいますね、ありがとうございます。まあ、まだまだね、信頼のメゾン一国という形ですからね。先々週1回やったんでしたかね、あのエンディングまで行きましたよ ね、エンディングまでね、はい、行って、あれ何年でしたっけ、とりあえず全部の話を終わるまでですよね、でしたっけ、はい、ね、はい、延長してエンディングまでお見せしたっていう形ですけどもね、一応14年ぐらいしたんじゃなかったですかね、14年ぐらいでしたかね、はい、はいはい、なってますけどもね、本日はもうさらにそれを超えるいいところをお見せしようというね形になってますね、はい、頑張っていただければと思います。じゃあ青色の服着るよ、募金さんは松浦で OK ですかということでね、ちょっと24時間テレビみたいな雰囲気ありますけども、松浦はいつでも募金を、ね、お待ちしてますので、どんどん募金していただければと思います。今日メゾを打ってきたという方は、ね、いらっしゃいますね。気候な野郎に見えた野崎、気候な野崎がちょっとね、確かに気候な野郎に見えなくもないですね。ずっと前も結婚式ありだったね。松浦さん、皆様こんばんは、楽しみにしてますということで、ね、ありがとうございます。たこ焼き店長、わらわら、淡路島から泳いでくるのかって言われてますけどね。どんなイベントするのか細かく教えてよということで、まあ、イベントっていうわけではないんですけれども、ぜひねこの黄色い、装飾、黄色いファッション、ぜひ、ね、遊びに来ていただければという形になってますので、はい、よろしくお願いいたします。お待ちしております。はい、たこ焼き24時間マラソン企画かよとかね、完全に24時間テレビっぽい服装で番組放送までにたどり着けるかっていうと、24時間マラソンみたいなね企画になってますけどね、どうでしょうかね。桜吹雪の音歌ってる方いらっしゃいますけどね、たこ焼き VS 放送時間ってね言われてますけどね、サライ流れるのか、負けないででしょう、サライの準備しとかなってね言われてますね。お土産あるかなって言われてますけど、これはちょっと期待したいところではありますね。たこ焼き店長ね、香川県ね戻られてたということで、どうですかね。松浦、サライ準備を、 2時間テレビ、キコーナはエンデックを救う、ありがとうございますね。黄色い T シャツがまさに24時間ってね言われてますけどね。おめでとうなんだって、たこ焼きの崎のユニフォームってね。なんでキコーナって千円サンドが多いのって言われてますが、キコーナ野崎に関しては千円サンドじゃないですね、四金州サンドですかね、はい、はい、なってますけど、まあ古いお店に関しては千円サンドのお店とかももしかしたらあるのかなという感じですかね、そうですね、はい、
まあね、ちょっとご不便おかけするというか両替機使っていただいてという感じかもしれないですけどもね、まあ、ご要望多くいただければその辺も、新しいサンドを導入されたりする、可能性ありますので、はい、ぜひ、ご要望といただければという感じですか ね、 そうですね、はい、塩なあては塩なあてはちょっと非常に言いにくいんですけど、はい、1000円サンドです。あ、1000円サンドなんですね、はい、あ、じゃあぜひね、はい、クロスコーナーそうですね。あ、なるほど、はい、最後店長を捕まえて、はい、ぜひね4金サンドに入れてくれよっていうふうにね、はいはい、ご要望バンバン入れていただければ、はい、本社の方がね動く可能性ありますんで、はいはい、よろしくお願いいたします。本当に大丈夫かな、無事に来れるかな、たこ焼き店長とか、ね、言われてますけどね、どうですかね。松浦離婚競技1周年おめでとう、何の話ですかね、本当ね。たこ焼き店長が時間内に走ってこれるといいなということでね、多分汗びっしょりで来てくれるんじゃないかなと思いますけどもね、どうでしょうかね。メゾンリベンジ、メゾン一刻頑張って、メゾン一刻か、イエーイ、カッコ棒読み、最後にマイマイしか映らんかった配信かとか、ね、言われてますけどね、そんな配信も確かにねありますけどね、何のことかよくわかりません。最後店長頑張って当ててねって、メゾンかうるせえやってた、マイマイさんって、お、今日メゾン9連したっていう方いらっしゃいますね。 おめでとうございます。はい、9連でどのくらいの、ね、出玉だったんですかね。好きなのにカッコ当たらない、まだ打ちたいのか、わらわらってね、マイマイさすがや、マイマイ頑張ってとか、ね、言われてますけどね、2時前からマイマイって言われてますけどね。ラストに当てる女ですからね。職権乱用なやないかって、イケメンマイマイさんって、マイマイさんだこんばんは、いやマイマイさんこんばんは、今日も綺麗ですね、マイマイさんこんばんは、今日も可愛いです、何このマイ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 人気ですね。いや本当に松浦かっこいいとかそんなほとんどないのに、マイマイ出てきたらみんな可愛い可愛いとかって、安定のマイマイ、マイマイ頑張れ、マイマイ可愛い、好きなだけ打ってええんやで、びっくりしますよ、マイマイ頑張れ、松浦おこいきなり毎毎散々褒めた後松浦怒ってるみたいなコメント入ってきますよ、ね、うまいですね、はい、あ、松浦かわいい、ありがとうございますありがとうございます、またね、すいません。毎毎好きな時打っていいんやでとかね言われてますけどね、毎毎さんオレンジ、毎毎打ったらすぐ当たるねとか言われてますけどね。メゾンまだ1ラウンドしか引いたことがないって言われてますが、1ラウンドって何ですか。1ラウンド、1ラウンドは特格みたいな、特格やけど、はい、ST なんでスルーっていう感じですかね。ああ、なるほどね、はい、ね、っていう感じですかね、はい、はい、ぜひ今日はね、いいところお見せしますね、またねチャレンジしていただければという感じですかね。新内は、マイマイやるんだいいよ頑張ってやってて、マイマイ圧勝だろうとね、罰を受ける覚悟があるようですねということで、まあこれはねエンデックのメンバーね全員ね、罰ゲーム基本的に受ける、いつもやってますから、はい、覚悟はね、はい、ありますんで、その辺は問題ないんじゃないかなと思いますけども、問題はね久々に登場というか、最近あまりねスタッフさん出てなかったんですけど、今日はたこ焼き店長が、遅れるということで、はい、中村ドンさんがね出ていただいて、野崎代表ということで出ていただいてますけども、はい、罰ゲームまた今日も強烈なの出てくると思いますけども、大丈夫ですか、その辺の心の準備は。あ、任せてください。お、任せてください。前回あれですよね、はい、なんか2回の結構得意そうでしたよね。あ、なんかねそんなに大したリアクションもなく、はい、普通にね、はい、あ、はいみたいな感じだったんで、今回もね頑張っていただけるんじゃないかなと思いますね。マイマイさん雑誌買おうねという方いらっしゃいますね。あ、ありがとうございます。マイマイ雑誌ですか。あのね、はい、それちょっと宣伝してもいいのこれ。あ、いいと思います軽く、はい、あ、軽くだけ、はい、ちょっと宣伝してもらっていいですか。じゃあ、え、あ、言うんですか。はい、あのエンデック入る前からですね、はい、そんなにがっつりじゃないんですけど、はい、ちょっとライターみたいなことさせてもらってまして。やったね、はい、何でしたっけ、パチンコオリジナル必勝法デラックスで一応、はい、コラム書かせてもらってますんで、パチンコオリジナル必勝法デラックス、はい、すごい夜のヒットスタジオみたいな名前ですよね。え、何が、何が、あれ誰もわかんないこれ今あるんですか、はい、あ、今さっきあのメゾン乗ってたんでちょっと買ってきたんですけど、ちょっと表紙見せても大丈夫ですか。あ、いいですか、はい、はい、あの盤面に、盤面に、盤面に、はい、はい、あ、そうですね、はい、パチンコオリジナル必勝法デラックスということで、はい、それ乗ってんすか、はい、一応、あ、ちょっとだけですけど、はい、なんていうんですか、格付きっていうんですか、なんていうんですか、2ヶ月に1編とか、はい、3ヶ月に1編ぐらいですけど、まあ、レンタルで乗る時もあるんですけど、はい、コラムのね、あの、はい、コラム、信頼打って書かせてもらったりしますので、はい、もし、まあ、見かけたら、あの、コンビニで立ち読みでも構いませんので、はい、はい、よろしくお願いします。ちっちゃいね、ちっちゃいコーナーですね、はいはい、そうですね、はいはい、そうですね、はいはい、はい、めっちゃ嫉妬してるじゃないですか。いや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 嫉妬はしてないですよ中村さん、ちょっと、すいません、ちょっと待って、あれが、あ、映っちゃってる感じ、はい、若干ね、こう横に広がってこんな感じ、きつくないですか、大丈夫ですか。大丈夫、はい、はい、そんな感じになってますね。ぜひ、コンビニに行った際はね、立ち読みしていただければと思います。はい、立ち読みで
大丈夫です、はい、よろしくお願いいたします、はい、うるせえ松浦とかね言われてますけどね、またね、あーなんか見たことある、何ページとか言われてますけどね、何ページ何ページ、まあ、なんか白黒のコーナーでしたっけ、そうそうコラムがね、はい、たくさん載ってるページがあって、はい、まあ、そこ見てもらったらあの、はい、載ってますので、そうですね、はい、よろしくお願いします、ぜひよければっていう感じですかね、はい、よろしくお願いします、おマイマイさんが一番に当てたら買いに行きますけど、あじゃあ頑張ります、はいはい、一番に当てなかったらどうなんですかね、まあ、立ち読みで大丈夫です、はい、言われてますけどね、松浦マイマイをラチってエンデックに入れたんでしょう、ってことは前からマイマイと知り合いだったのってことで、全然知り合いじゃなかったんですけど、はい、全然知らないです、マイマイが放送を見てこう何回かコメントを入れていただいてて、でその流れであれ木コーナさんの放送終わった後でしたっけ、なんか放送やってましたよね、そうそうそう放送終わった後事務所に戻ってさらに放送してたんですよ、こう誰かエンデック手伝ってくれる人いないですかねみたいなぼやき放送みたいな、はい、そしたらあの大阪市内の人今いる人手挙げてって言ったらはーいとかって何人か手挙げて、はい、その一人がマイマイで、マイマイさん今どこにいるんですかって言ったらあそこです、あのこの辺ですみたいなこと言うから、あじゃあ今から迎えに行きますってラッチしに行ったんですよ、はい、でそのまま戻ってきて放送を出して今日からエンデックの新メンバー来ましたみたいな感じで、ね、はい、強制的にあの出演させて、すごいんですね、そうなんですよ、そこからそこからね本当にエンデックに入ってくれたっていう、はい、そうでしたね、はい、全然知り合いとかじゃなかった、もともとでもそういうこのパチンコに関わる仕事されてたんですね、そうですね、あの、はい、まあ、ライター業というかそっちをメインでやってたんですけど、へー、はい、まあ、でも放送に出るって本当に全然そんなの考えてなかったんで、最初はお話だけ聞いてどう断ろうかなってちょっと思ってたんですけど、松浦ひどい、怖いな松浦とか言われてますけどね、はい、あ前メンバーに入ってから何ヶ月ですかって言われてますけど、そうですね、なんか実質ちゃんと入ったっていうのが分かんないんですけど、はい、まあ、のラチ放送からは7ヶ月ぐらい経ちましたね、はい、7ヶ月、はい、でね、もうこんなに立派にね、ハケパーエンデクのメンバーとしてこう放送にね携わらせていただいてますんで、いやね、エンデクの関西のね、はい、仲間がすごいいい仲間ばっかりなんで、はい、助けてもらってますけどね、はい、はい、ね、もし興味ある方はねぜひご連絡いただければと思いますね、はい、松浦罰ゲームだけ買われがね、マイマイ頑張って、罰ゲームどんな感じになるのかな、もしかしてココイチの巧妙なステモ放送じゃねえとかね言われてますけどね、メゾンよっしゃ、だって安定の松浦じゃマイマイ頑張れとかね言われてますけどね、ま、松浦バイバイマイマイ頑張って、松浦さんもかっこいい、ありがとうございます、今日まっちゃん可愛いマイマイさん頑張って、松浦さん今日もイケメンですね、ありがとうございました、本当にね、おべっかまで使っていただいてね、各店舗でイメージカラーがあるのって言われてますが、これはどうなんですかね、そういうわけでもなく、そういうわけではないです、ね、あではないですけど、はい、まあ明日は野崎店ね、ちょっと黄色で皆様にお楽しみいただこうかなという感じですかね、はい、なっております、マイマイさん明日は雑誌見てきますね、で引きに期待の会ってね言われてますね、バーたこ焼き間に合うのって言われてますが、どうですかね、もうすぐ間に合いらっしゃるんですかね、松浦さんは最後にとっておきの見せ場があるじゃないですかみんなどんどん当てようってことね、松浦明日打てばよもりの残骸、松浦さん最後いつも美味しいよね、何言われてますよね、もっとディスっていいんですよ、松浦さんも格好点点点、この先が打てなくなりました松浦さん補欠だから打てなくても仕方ないよねとか言われてますけどね、どうですかね、松浦さん欲しがるからこれぐらいじゃ足りないんだよね、あ黄色いハチマキが画面にかぶるということで、今直させていただいてるんで大丈夫じゃないですかね、はい、マイマイちょい熱いって言われますが残念ながら外れてますね、さっきメゾンチャンスみたいなの言ったんですけど、はい、星1つだったんであんまりです、ね、そうですね、はい、U パチは打ったことないな楽しみということで、メゾンはスペックが 299.3 分の1ということで、いわゆる、まあ、ミドルライトミドル、いやミドルスペックですね、ミドルですかね、はい、はい、ミドルスペックマックスもありますけどね、そうですね、はい、マックスタイプのスペックとミドルスペックと2種類出てるんですけども、はい、今日は野崎店は、いわゆるミドルタイプ299バージョンが3台導入されているという感じですかね、はい、今はでもミドルが3台あります、あ同じように3台導入済みという感じですかね、はい、確変確率がへそが 50%、電柱が 100% で ST120 回という感じですかね、やってますよね、はい、はい、大丈夫ですよね、大丈夫です、はい、最初に図柄あたりしてその2分の1の確率で ST 突入という感じですかね、ちょっとガロに似てますけどね、はい、はい、ロング ST タイプという形になっております、はい、こんばんは山形県から見てますフライアウェイ、今来た皆さんお晩ですよ、どうもありがとうございます、前回エンディング待って行ったのに何をリベンジということで、いやエンディングに行けなかった人がねもう一回ちょっと俺もやらせてくださいっていうねいう形になりましたので、今日は頑張っていただきたいと思います、最初に当たり引く自信ないですとね言われてますけどね、うーきっと出る、最後でインターついって言われますが外れちゃいましたね、金曜野崎に打ちに行きましたけど店長見なかったけどという方いらっしゃいますよ、中村堂さん
本当ですか。中村堂さんはいたんですかね。金曜日はいきなりあれですか、ゲームですか。来たぜこのまま。これなんか、はい、当たった音符の、あ、音符、あ、はい、音符ね、結構熱いですもんね。はい、いきなり来ましたね。でも来ましたね、はい、僕と全く同じリーチやったんですよ。あ、そうなんですか。びっくりした。向こう当てちゃった、はい、しれっと当たる。これでも 50% 入れないとダメですよね。そうなんですよ、ね、ST 入れないところですけどもね。うわ、見逃したということでね。前前さんの本買ってもらえないんですよ、もう。あ、本当ですね。いや、本命で立ち読みしてもらいたいですよ。なんでそんなネガティブなのかよ。見てもらえたらいいです。はい、いきなり最初に大当たりゲットは、市場の当て、はい、最後店長ということで、と見事。あ、左上見てて見逃したーって、ね、いう方いらっしゃいますけどね。びっくりしましたね。大丈夫ですか。あ、弾が弾切れということでね、実弾を補給する感じで、はい、ありがとうございます。あ、最高店長おめでとうございます。さすがですね、最高店長ってね、しれっと当たるとかね、さすげえ最高とかね言われてますけどね。ありがとうございます。素晴らしい。最後店長前の時は全然やったけど今回は早いですね。でもあれですよ、あ、そうですね、はい、最初全然でしたね。そうでしたかね。今日はね、いいところお見せできるかなというところですが、はい、ST どうですかね、入るかなというところですが、気になるところですけどもね。ST 入らなくても一応、時短100回つきますんでね、はい、まあ、あのミドルで時短100回ついたら結構チャンス、ね、赤ボタン、赤、見事、よっしゃ、 ST ゲット、素晴らしい、おめでとうございます。恋愛上手でございます。いや、これでも 80% 継続ありますんでね、もう最高店長いいんじゃないですか。素晴らしい、見事、おお、最高名ということで V 輝かしい。またエンディング見せますよ。そうですね、はい、次は一人エンディングでいけます。エンディングよーもにーって言われますけどね。まあまあまあ、そんな感じですね。先週の流れですけどね、これね、はい、おーということで素晴らしい。ウェディングラッシュ、ましたね、突入ですね。100回も回してないんじゃないですか。いや、回してないです、回してないですね。めちゃめちゃ早かったですよね、はい、何回ぐらいですかね、30回とかそれぐらいじゃないですかね。めっちゃ早かったですけど、はい、あ、今日は何よもにかなとかね、やってますけどね。さすが最高店長、エンディングお願いします。反射で映ってる黄色いハチマキつけた最高見てると秋葉っぽいって言われて、確かにちょっと、はい、おたげのね、AKB の親衛隊の人みたいな、ね、感じは確かにありますけどね、はい、あ、連チャンしてね、最高店長とかね、はい、頑張ります、はい、最高だからガローかなーということで、まあ、確かにね、スペックちょっと本当に、ちょっと若干ミドル化されたガロみたいな、ね、感じの、まあ、そうですね、はい、スペックですけどもね。今更ですけどエンディングって何ですかということで、こちらはエピソードをすべて、クリアすると出てくる特別な演出映像っていう形ですか ね、 すね、ボーナス映像が、特別に変化するという感じですかね。そうですね、はい、ST 中に限りますけど、はい、一応これラッシュが2つあって、はい、強固ラッシュと五大ラッシュってあるんですけど、はい、まあ、どっちの話もクリアして、はい、多分16ラウンドの割合とかもあったと思うんですけど、はい、まあ、それクリアしたら、一定条件でラウンド中に、はい、エンディングの映像が流れるっていう風になってましたね、はい、結婚式の映像でしたか ね、 ね、はい、流れるという形でね、前回メゾンを、打った時はそちらね、お見事お見せすることができたという感じなんで、今日も赤堀来た、赤堀流、赤堀流、暑い、激熱ですね。いいですね、まさか単発するとかないよねってことでね、いきなり赤堀流なんで、これはどうなんですかね、来そうですけどね。そうですね、暑そうですね。あ、4連敗来ましたけどね。赤4ですよ、赤4、はい、あ、赤4はもうスーパー、はい、当たればスーパーですね。そうですね、湯技オンリー聞くと胸が熱くなりますって、ね、いう方ねいらっしゃいますね、はい、今回ね、湯技オンリー全回転のみやったと思うんですけどね、全回転出せば湯技オンリー流れますね。あれそうだったっけ、はい、疑似連と、はい、多分全回転だけなんですよ。あ、そっか、疑似連の時か、あれ、はい、そうです、あ、そっかってことらしいでしょ。あのね、昨日神戸中央のハード店長がメゾン一国かなりハマってるっていうふうにおっしゃってましたけど、ね、はい、スロ戦のね、店長がパチンコのメゾンだいぶ打ってるみたいなね話されてましたけどね、はい、どうですかね、最高店長熱いパリーンで、ね、パリンチャンスって前回もね、あの最後割れるあのね演出でパリンパリンとかね言われてましたけど、はい、今回もね、割れまくってましたよね。何パリンなのかもね気になるところでありますけどね。何パリン、はい、
松浦さん何人にうるさいよって言ってもらえたということで、これね先週先々週でしたかね、もうずっと、はい、放送中のね、はい、エンデックチーム捕まえて、合言葉うるさいよって言っていただい、言っていただくと、シリコンバンドをプレゼントして、ジュースじゃなかったんですか。あ、ジュースと飲み物とね、シリコンバンドをプレゼントさせていただきますんで、はい、どんどんお店来てくださいっていうふうに言って言わせていただいたんですが、なんと、大東店の赤保留する、赤保留ダメでしたね、スルーしましたね、はい、2つもなしですか、はい、あら、あっさり外れ、外れたとかね、赤保留がって言われてました。そう、そのね、お店大東店 の、 営業中の店舗から面白会社説明会、19時、水曜日の19時からの放送させていただいたんですけども、その時になんと2人のお客様に来ていただいてですね、はい、ありがとうございます、はい、合言葉ね、言っていただいたんで、シリコンバンドをプレゼントさせていただいて、ドリンクをね、はい、お渡ししたという感じなんですけどね、ぜひお待ちしてますんで、遊びに来ていただければ。そうですね、はい、野崎縄手キコーナーね、どこでも結構ですんで。あ、当たった、当たった。おー、何その当たり方。いや、緑掘れるやつだと思うんですけどね、今またしれっと当たりました、ね、へえ、ビビりました。サクッと当たりましたね、なんかね、サクッと当たりました、ね、しかも7ですね、これね、はい、はい、スーパーですね。はあ、突発とかね、ガローって言われてますけどね。はい、びっくりしました、いきなり当たりましたね。あ、これ音楽、うわーって言った。あ、こっちじゃないの、こっちか。あ、こっちですね、失礼、びっくりしました。ですんで、大体ね、10時半ぐらいにお店入らせていただいて準備させていただいてますんで、お声掛けいただければと思いますんで、遊びに来ていただいてね、軽く打っていただいて、最後ね、帰る前にエンディックチーム声かけていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。あ、単発回避良かったってね、言われてますけどね、どうですかね。見事これで2連目ですかね。2連目です、はい、なりました。うるさいよ、ありがとうございます。でもそんなにおごって大丈夫なの、松浦お小遣い制なんでしょうってことで、 お金ないのにってことね、確かにそうなんですよね。まあまあ皆さん来ていただけるんだったらね、全然大丈夫ですんで、よろしくお願いいたします。だいたい ST の赤は弱い、今の台ってね、言われてますけどね。まあでも待ってるところが赤なんでね。どうですかね、はい、まあでも青でも当たるときあるんで。緑はね、逆に赤はあっさり外れて緑がさらっとくるみたいなね、はい、よくわかんない感じですけどもね。全回転ねって言われてますね。最高店長おめでとう。松浦さん、ダディの熱下がったってことで、熱下がったのかな、もう。いやちょっとわかんないですけど、はい、でも明日はね、はい、伏せの放送、JP さんとネギ玉くん行きますので、はい、それまでには治ってると思いますけどね。はい、ダディ JP ね、今寝込んでるみたいですけどね、はい、どうでしょうかね。はい、うるさいようでおごる約束は来年まで延長でお願いします。あ、わかりました。もういつでも結構ですんでね、遊びに来てください。単発回避よかった。JP おじさん、風なの心配だねってことね、風みたいですけどね。メゾンは曲が名曲ゾロいいということで、これは確かにね、これメゾンに関係ない昭和の名曲とかも全部入ってるやつですよね、これね。そうですね、はい、いい歌ばかりですよね、はい、ね、メゾンの曲も本当にね、いい歌多いですし、なんかいわゆるこれアニメ関係じゃないんで、多分アニメ の、 曲は入ってないんですよ。あ、なるほどなるほど、はい、だからオリジナルっていうか、ね、リーチに合わせて曲選んでる感じなんで、なんかね、有名な恋愛ソング、はい、ラブソングみたいなのが、ね、たくさん入ってる感じですけどね、まあ、それがね、うまくこう絡んでるんで、はい、メゾンいいなと思いますけど。そうですね、はい、平和のアニメは本当にうまいねということで、まあ、映像はすごく綺麗なのと、はい、あとなんかね、タッチがちょっと漫画チックな、ね、タッチの図柄とかがあって ね、その辺も雰囲気がすごいいいなって感じありますけどね。俺も大東の放送の時にいたけど、当たってて見に行けなかったという方いらっしゃいますね。ああ、そうなんですね。まあ、それはちょっと仕方ない感じありますけどもね。辻るも高熱だったけど元気になったのかなということで、辻るは、ね、熱下がったんですかね。なんか抗生物質飲んで、はい、ちょっと落ち着いたみたいですけどね。あ、そうですかね、はい、先週の木曜日の放送でね、ちょっと熱っぽくてって、どっちでね、そうですね、ちょっと寒い寒いっていうふうに言ってましたけどね、はい、でも今なんか風邪流行ってますよね。やっぱインフルエンザも流行ってるらしいですね、はい、みんなね、気をつけていただきたいと思いますけど。そうですね、はい、みんな風邪ひいてるね、皆さんは大丈夫ですかということで。だいぶ急にあれですもんね、はい、気温下がりましたもんね。それはね、ありますね。風邪とか引かれてないですか、最後店長。いや、僕大丈夫なんですけど、はい、カイジが引いてますね。あら、リアルカイジさんが、はい、ずっと鼻声ですね。ああ、そうですか、はい、まあね、ぜひ体調管理ね、気をつけていただければという感じですかね。はい、はい、松浦さんは引かない、どういう意味ですかね、これね、ちょっとよく意味がよくわかんないですけどね。結婚式に出てるんだよ、たこ焼き店長。あ、今日レインボーホリュー見たよって方いらっしゃいますね、羨ましい、はい、
メゾン名曲揃いやけどもうちょっと最近の曲入れてほしかったという方いらっしゃいますね。まあ、メゾン自体があのお話古いんで、はい、それに合わせてるんじゃないですか。そうですね、はい。松浦さんはライターだったのに執筆の依頼は来ないのということで、まあ、俺ライターはライターでもちょっと別の業界ですからね、はい、あの業界誌って言って何ですかね、あのいわゆるプレイヤーさんが読む雑誌じゃなくて店長さんとかあの経営者さんが読む雑誌のねあのライターだったんですけども、あマジレスしちゃったごめんねすいません今年インフルになりそうなのかとか言われてますね。松浦さんは引かない。去年2回もインフルになったって方いらっしゃいますね。熱流行ってるけど JP さんとチュジェルちぎったということで、あちぎりをかわした可能性ありますね同じ日にいてましたからね、はい、そうですね、はい、あの辻本店長の姿は見れたもんじゃなかったもんね。大丈夫かなってことで、39度熱あるそうそうそう、はい、で布団かぶって番組に出るみたいなねよくわかんない感じでしたけどね。いや最初天下さんが空調というか暖房を切ったから、はい、まあ、それで寒いからって言ってめっちゃ怒ってたんですけど、はい、どうやら自分が熱あったから寒かったっていう、ね、寒気がしてたみたいですよね。そうなんですよ。もうそんな季節か予防接種行こうかな。ダディは 38.7 度出てたよね。かわいそうと。あ、そうなんですね。皆さん体調気をつけて。先週冬タイヤに交換したってもうそんな時期ですね。〇〇は風邪ひかないって意味じゃないってことで、いやだったらね俺はもう多分すぐに風邪ひくんじゃないかなと思いますけどね。ホールは乾燥してるからマスクがいいよってね言われてますね。じゃあ今度町内会全員でバスで行きますからジュースでおごってねってことで絶対来てくださいね。本当にね待ってますんでね。何年目です。おー素晴らしい。6月から俺26年間一度もインフルエンザかかったことないけどとかっていう方いらっしゃいますね。すごいすね。予防接種もしたことがない言われてますね。僕もインフルエンザかかったことないですね。へえ、ま、風邪はあるけどインフルはない、はい、ああなるほどね。ウスとピョーンって言われてます知らねえなんだそれ本当にね、はい。業界新聞的なってことでまあまあそんな感じですかね。業界誌でね記載やらせていただいてましたけどね。俺23年間生きてるけども一度もインフルエンザにかかったことがない。熱はよく出すけど、あ熱はよく出すね。熱出ると大変ですけどね。免疫とかあるんですかね。あ体質とかにもよるのかもしれないですけどね、はい。ちなみに今日の9連は、単発の危ない夜でまさかの100回転目にスーパーメゾンボーナス引いて1万4000発だったということで2段で当たったということいやー首の皮1枚で復活して1万4000発っていうことですかね。素晴らしいですけどもね。ブラジルは風邪ひかないのかなブラジルでも風邪はひくだろう。あの寒がり方はやばかったですもんね。ツージェル水曜日は元気になってくれるといいなということで次はね水曜日に、はい。森口店の、営業中のフロアから、面白会社説明会、放送させていただく予定で夜の19時からねあの、はい、放送させていただく予定になってますね。水曜日ね、はい、ぜひ森口うちに来るという方いらっしゃいましたら、カウンターの横でねあの我々放送してますんでぜひねあの遠慮なく声をかけていただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。お願いします。はい。ウッソピョン神戸町スロット館だけはうるさいよの合言葉でびっくりドンキーハンバーグをおごってくれるんでしょうということで、あいいよじゃあいいよ来て来てね。いやいいですよ来てくれるんだったらそれでもいいよ全然。その代わりあの一番安いレギュラーバーグディッシュねそれだったらいいよ、はい、いや十分っすよ、はいはい、お願いしますね。引かないよヨーモニー。ところで M ラボはということで M ラボ事務所じゃないわ車に乗ってますけどね未だに捨てられずに M ラボありますけどなんか捨てたら呪われそうですもんね。そう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 。いります M ラボ。いやいらないでしょう、ね、野崎店に置いてきましょうか。なんかやめてください。やめてくださいやめてくださいやめてください完全拒否ですねありがとうございます、俺36年インフルないわ。中1ですが配信見てます。小1ですが配信見てます。小4ですが配信見てます。まあ明日休みなんでね、はい、いいんじゃないですかね。これあれですかねあのなんだっけ、小4ですがなんで解散するのっていうねあのサイトができてなんか話題になったニュースありましたけど ね, ねあれの流れですかね。松浦さん風邪ひいたら奥さん看病してくれるのどうですかね。しっこしこ、インフルって一時期流行った新型しかかかったことないなーって方いらっしゃいますけどね。まあかからない方がねいいですけどね。森口の回線大丈夫やったということで、ね、ちょっとねネット の, あの端末の機器がねちょっと若干故障してたんで今もう治りましたんで、はい。あの放送はね万全という形になりましたんで大変ご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。松浦ポチャッポチュッポチャッタどういうこと。あ太ったってことですかね。太ったのかな体重変わってないんですけどね。3つですよタラちゃんです。あタラちゃんいますね。小学生完全に民主党のネタわらわらってやってますけどね。最近の台って赤保留が空気感半端ないですよねってことで。ねえ。あタイマー出ましたね。お。でもこれ赤じゃないと熱くなかったでしたっけ。緑はね中青です青青青か赤しかないでしょタイマー。あそうなんだ。
ルパンと一緒ですもんね。ですか。微妙ですけどね、どうですかね、はい、母の腹の中から配信見てます、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、108歳ですが配信見てます、ありがとうございますね。はい、すでに呪いの棒、わらわら、いらん、いる、ちゃんと お焚き上げしててねってありますね。来てほしいだけでびっくりドンキーおごっちゃうんだってことで、いや本当に来てくれるんだったら全然おごりますけど、みんなね、なんだかんだ言いながら意外と来てくれないんですよね、本当にね。そうですね、はい、もう全然ね、おごりますんで。いや多分行ってもやっぱり声かけるの恥ずかしいんじゃないですか、はい、緊張しちゃうから。そうなんですかね、はい、いやもう全然来ていただいてね、うるさいよって言っていただくだけでね。そうですね、はい、ハンバーグ食べれますからね。そうですね、ハンバーグ、はい、レギュラーバーグディッシュですだったら、はい、レギュラーバーグディッシュ、はい、大丈夫です、恥ずかしいです、恥ずかしいとか、みんなそんな恥ずかしがりすぎだろう、それ。いややっぱりこうチラッと見るぐらいが勇気出した感じなんじゃないですか。声かけられない、チラ見が限界ってことで、チラ見はねめちゃくちゃされるんですよ、当たり前ですけど、こうね、何やってんだろうこの人たちみたいな感じで。当たりましたよ、あー、7つから、素晴らしい、何連ちゃん 4連ですかね、素晴らしい展開ですけども、大阪遠いもんなってね言われてますけどね、大阪行きたいけど遠いから、近かったら絶対行くわ、近い人もいるでしょ本当にね、ぜひ来てください本当に。あ、当たった、おーおーやったー、あと僕だけですか、おめでとうございます。あー、リーチ弱いなと思ったんですけどね、当たりました、素晴らしい、ありがとうございます、来たーということで、ありがとうございます。いやこれなんだっけ、この曲、恋に落ちて、あ、そう、恋に落ちて、恋に落ちて、金妻ですね、金妻、ね、はい、いい曲ですけど ね、 いいね、あ、恋に落ちたって、ね、言われてましたよね、はい、落ちました、落ちました、あと 50% やねってことで、そうですね、ね、こっからですね、入れば最高ですけど、どうでしょうかね、はい、マイマイ、松浦マイマイ旅行いつから寂しいねってことで、エンデックの社員研修が、はい、マイマイが12月、私1月です、あ、1月か、はい、年明けすぐですかね、はい、どこ行くんですか、はい、どこ行くんですか、私イタリア行ってきます、おお、はい、でもかなりの強行スケジュールになりそうで、ちょっと体持つか心配ですけど、何日ぐらい行くんですか、一応5日間で予定してるんですけど、はい、もう実質向こうにいるのが1日半で、あとも乗り継ぎとかで多分もう終わってしまいそうな感じですね。そうなんですね、はい、ひどいスケジュールですよね、そうなんですよ、はい、だからちょっと多分ゆっくりはできないんで、まあ、とりあえずは急ぎ足で行ってこようかとは思ってますけど、はい、はい、まあね、我々エンデック社長の方針でですね、くじ引いてですね、はい、当たった場所に強行スケジュールで行ってきて、まあ、世界遺産をね、くじ引くんですけど、はい、世界遺産をいろいろこうくじにしてね、はい、でその中で引いて自分が当たった世界遺産に行ってくるっていう社員研修あるんですけど、はい、マイマイがイタリアのどこだっけ、イタリアの、はい、ビテンザ地方って言ってました、おお入りました、おーすげー、 おめでとうございます、やったー、さあ何の研修ということで、これ何の研修って人間力アップみたいな感じですね、そうですね、はい、一人で行って帰ってくること、はい、ことでなんかこう鍛えられるでしょうみたいな、乱暴な、超乱暴な研修なんですけど、超乱暴とか、はい、はい、あー見事 ST ゲットで、はい、素晴らしい、ありがとうございます、素晴らしい、弾買いますか、最後電灯、はい、あーすいません、あれね、はい、ということでね、前々が12月、あ、1月 で、はい、で私一応2月にね、スリランカ行く予定ですよ、ね、そうそう、はい、イタリアとえらい違いするよね、そうなんですよ、はい、しかもなんかね、スリランカはスリランカでも、はい、スリランカの島の中でもだいぶ南の方で、はい、なんか自然国立公園みたいなところが世界遺産であるらしいんですけど、はい、現地でガイドとジープをチャーターしないといけないみたいな、はい、とこなんで、結構大変、割とアドベンチャー系なんですけど、いけんのかなって感じ、また昼、そうそう、昼とかいるらしいですよ、はい、そうそうそう、昼に噛まれるんで気をつけてください、当たり前らしいですよ、噛まれるの、はい、鬼だねって言いますけどね、実は最初ね、松浦さん、はい、ブラジルとか言ってたんですよね、そう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 、ブラジルだったんですけど、クズやり直しになっちゃって、で、はい、次はスリランカになったっていう、はい結局どっちもね、はい、素晴らしい感じですけど、ね、あ、なんかたこ焼き店長みたいなコメント出ますけど、今水範囲降りましたって言いましたね、水範囲もうちょっとです、ね、はい、もうちょっとですね、素晴らしい、お待ちしてますんで、はい、はい、よろしくお願いいたします。帰化するの、エボラ怖いよね、アフリカ近くはということで、まあ、スリランカはインドですんでね、インドの、はい、横にある小島ですんで、
エボラは的には大丈夫なのかなっていう気がしますけどね。どうですかね。なんか鉛筆の芯かなんか有名なのかね。なんかあの材料が原料が。あ、そうなんですか。はい、なんかね、まああのセイロンティーとか、はいはいはい、ね、あのお茶とか有名ですけどね。どうなんですかね。マイマイのいない放送寂しいなとかね言われてますけどね。確かにそうですね。スリランカ松浦わらわらってね言われてますけどね。イタリアは夜外出したらダメだよって。ああ、男も女も性的に襲われるから気をつけて。ああ、そうなんだ。気をつけますマジで。はい、はい、その社長が日本観光してるだけっていうのが一番面白いってことで社長はね、あの日本の世界遺産をくじで引き当てたんで、そうですね、あの代わりに5個ぐらい日本の世界遺産5個ぐらい回ってきますみたいなね、この前言ってましたけどね。はい、はい、スリジャワルダナプラコってありがとうございます。海外行ったことないな。マツランカってね言われてますよね。イタリアに行った30代の日本人女性が10代に間違えられてナンパされたから気をつけて、はい、ね、気をつけます、はい、それの問題は多分ないじゃないかなと思いますね。松浦さんいい人だった。あれですか、日本人は幼く見えるってことですか、やっぱり。あ、可能性はありますね、それはね、はい、海外だとそういうのは確かにありますけどね、はい、鬼だね、海外研修でもエンネック儲かってるなってことで、これ俺いつも言ってるんですけど、機材とか補修とかね結構お金かかってるんですけど、それどうすんのって話ですけどね、本当にね大丈夫なんでしょうかね、本当にね、はい、やっぱ松浦さん鬼企画や。で、交通手段ってエンネックが出してくれるんでことで、一応ね経費は会社が出してくれるという形になってます。すごいですね、はい、スリランカ行ってくんなら紅茶買ってくるんだと。で、松浦スリランカ行くのか、ブラジリア、エボラ大丈夫、帰化するの帰化はしないよね、本当ね、はい、松浦さんスリランカ似合う。あ、松浦さん、はい、たこ焼き店長らしきコメントが、はい、吉野家行ってるってますよ。え、吉野家、俺えらいゆっくりしてますね。流れ減ったので。お腹減ったってことじゃないですか。あ、お腹減ったので水範囲降りたところの吉野家はありますね、はい、これ金文字ですよ。お、金文字、お、これもらったんじゃないですか、はい、わらわらわらってね、吉野家わらわらってやってますけどね、はい、マジで気をつけて、会えなくなったら寂しいからって嬉しいコメントいただきましたね。本当に、ね、あの気をつけて行っていきたいと思いますのでね、はい、はい、よろしくお願いいたします。変換ミスわらわらね、たこ焼き店長早起きてってね言われてますけどね、どうでしょうかね、和骨。マイマイ松浦さん、海外に行って事件に巻き込まれないように気をつけてくださいねって言われてますね、はい、スリに気をつけてねマイマイってね言われてますけどね、はい、リアルインディージョーンズって言われてますけどね。そうですね、イタリア男性はすぐ声かけてくるよってね言われてますね。最後の店長も恋に落ちるのかということで、いやーね、今金文字恋に落ちましたよ。ああ、来ましたね、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。素晴らしい。まだブラジルで3本、5連ですかね、はい、5連です、5連ですか、はい、早いですね、結構ね、早い。ST でも本当前半の方ですぐ当たる感じですかね、はい、マイマイが終わっちゃいそうってやってますが、まだでもまだ56回転。あ、でもここまで来たらちょっとやばいなと思いますよね。厳しい保留が変わらないんですよ全然。あ、なるほどね、保留変化欲しいところですよね、やっぱりね。スリランカでカレーでも食ってこうですね、負けないんでもう少し最後まで走り抜けて、ありがとうございます。罰ゲームネタ押し入れってことで、スリランカのなんか面白い、ね、グッズをね罰ゲームで使いたいなっていうのは確かにありますね。イタリアもねぜひね、なんか面白いものあったら買ってきていただければと思いますね。吉野家は笑った、たこ焼き早くて、海外研修で何するのって言うと、特に何するってわけでもなく、世界遺産に行ってきてその証拠をね、あの映像関係なんでうち一応、はい、映像でムービー撮ってこいってね感じですけどもね。メゾンは版権の関係でもう放送が面倒という話を聞いたのですが本当ですかということで、これはどうなんですかね。特に平和さんの方から問題があるということは聞いてないんですが、多分大丈夫なんじゃないかなと思いますけどもね、どうでしょうかね。なんだかんだで最後店長続くなって言われますね。海外へ行って熱出さないようにお気をつけください。5画廊ですかってこと、今5画廊ですね、確かにね、はい。イタリアとかって冬なんですか。いやちょっとその辺も調べてないんですけど、向こうとか寒そうですよね。でも今見られたら北半球は寒いって聞きますよ、はい、北半球なんで、はい、季節は一緒だと思いますけど ね、 あ、ちょっとね、冬は冬だと思いますけど、はい、産業大通過もう着きますってことで、あ、今たこ焼き店長、はい、大阪産業大学の前を通過してるというね。なるほど、はい、あ、これ激アツですね。お、来るか、あ、温泉入ってますね。一応このリーチ、あの強固ラッシュと5台ラッシュで信頼度変わるんですけど、はい、一応5台ラッシュなんで今、はい、45% ぐらいらしいです、ね、あ、魚群ぐらいはある、はい、感じですか。弱いですね。どうですかね。こういう放送は毎回メーカーに許可出すのそうだったら面倒だねってことで、基本的にはもうメーカーさんが何かある場合は言ってきていただいてるんで、納品されてる、うわ外れた、おものに関しては
そのまま放送させていただいてるんですけども、そうですね、はい、情報解禁日っていうのが一応設定されてまして、はいはい、まあ、普通は営業開始日ですけども、それよりも前に放送したりする場合は許可いただいて放送させていただくという形ですかね、はい、はい、になっております。あ、最後年長かわいいって、ね、言われてますけどね、マイマイ抜けそうということで、残り30回どうでしょうかね。もうちょっと今ふうしたんでもう終わりそうですね。そうですね、はい、イタリア極寒だよってことは、そうなんですね、ネギ玉はもう研修行ってきたみたいだねってことで、ネギ玉くんはタイの方にね行ってきましたね。一番隊長と言いますかね、はい、一番最初に行ってきましたね、はい、彼はイタリア月間やで、激寒やで、ね、ああそうなんや、はい、イタリアは地中海だから暖かいんだねっていう方もいらっしゃるんですけど、ベネチア地方らしいんですよ、はい、行き先が、はい、ちょっとその辺がこの温度差がどんだけあるかとかちょっとまだわからないんで。ああ、なるほど、はい、まあ、上の方はね結構ね寒いみたいですけどね、イタリアって言ってもね長い国なんで、はい、南の方はね比較的暖かいみたいですけどね、はい、イタリアって地中海、松浦内地に手伝ってあげてよ。ああ、そうですね、先週気候の重装店で打ってきた埼玉県民です、ありがとうございます。地中海側はマシだけど結構寒いよ、場所によるけど寒いところはマジで極寒。ああそうなんですか、ほうほう、今イタリア20度ぐらい、ああ高いじゃん20度だったらね、まあ日本とは変わんない、変わんないぐらいですかね、はい、そうですね、はい、またなんか朝と、ね、昼とかはまた気温差全然違いそうですけどね、はい、桃源とかねってことで、そうなんですね、桃源は森部支店で放送するときにね特別に許可いただいて先行配信という形でさせていただいたんですが、結構大変でしたねあれね、すごい、いろんな意味で盛り上がった配信になりましたけどね。あ、たこ焼き店長着いたみたいですよ。お、本当、はい、着きましたって書いてます。ぜひ入ってきていただいて、今日のエンディングは実家特製点々でね松浦さんをいじめますって書いてますけど、え、何の話ですか、分かんないです、意味がよく分かんない。高脇店長はハンドマイクで、そうですね、一応ご用意はしますけど、はい、よろしいですかね。ネギ玉とこが行ってきた動画上がってるよねって、タイでムエネタイ学学んできたのかなって、今回のメゾンのプレミアってどういったものがありますかって言われてますが、プレミア、さっきのね、はい、なんかコメントでもいただいた保留とか、はい、あと、まあ、前回転もプレミアですしね、はい、まあ、プレミアまだ見たことないんでわからないんですけど、なるほど、まあ、たまちゃんでしたっけ、あの平和さんの、はい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 、キャラクターの、はい、あのたまちゃんも出るっていう風にね、聞いてますけど、ね、前回の本放送の時ね、たまちゃん出たよみたいなねコメントいただきましたけど ね、 そうですね、はい、はい、で俺がなんかタマちゃんで凶楽だろうってすごい叩かれるってね感じありますね。そう、平和もタマちゃんいるんですよ、はい、そうそうそう、中村ドン早く当ててドーン、当てるドーンって言われてますよ。ちょっと厳しいですね。え、息してますか中村さん、大丈夫ですか。これもう何回ぐらい打ってるんですか。200回転ぐらい回しますよ。もういや150ぐらいだと思うんですけどね。150ぐらい頑張ってくださいね。ベネバーが何も何はいっていう、今のところね特に何もないですね。ないですね。ベネチアは13度ぐらいで寒いみたいな、めっちゃ寒い、松浦さんのギャグは寒いよ、ありがとうございます。いや、着きました。今日のエンディングは実家として点々点々、あー来ましたね、あ、お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です。今ちょっとね画面には映ってないんですけど、高木店長来ましたんで、マイク大丈夫ですか。はい、マイクで、ね、準備させていただきたいと思います。ちょっと待ってくださいね、たこ焼き店長今、はい、セッティングさせていただきますんでお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、今ね、淡路島、経由、香川から急遽車で到着ということでね、自慢の愛車でカットンで来ていただいて、こっちの声聞こえますか、大丈夫ですかね。今日ちょっとこのマイクで、あ、ちょっと待ってくださいね。はい、どうですか。はい、はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、じゃあこちらここ一緒に映っていた、あ、どうも、はい、そう、こちらのカメラに、ね、向かってご挨拶していただければと思います。こんばんは。はい、お疲れ様でした。すいません、はい、お疲れ様でした。ということでね、松浦さんすいません、はい、7点杯なんですけどこれもらいましたよね。え、残り何回転だったの。もう終わりぐらいだな。あと16回。おお、すごい、7点って。まいまいさん熱いってね、うん、言われてますけどね、すごい。高垣店長が来たっていうね、いいところをこの潰していくスタイルですよ ね、 ね。いやいや、さっきこっち、ね、こっちがリュウちゃんがかかってましたから、はい、はい、で今日は実家の香川の方に戻って、はい、お友達の結婚式に出られてたということで、そう、いとこの、あ、いとこの結婚式ね、はい、出られてたということで、はい、戻ってね、頑張って戻ってきていただいて配信出ていただくという、非常に申し訳ない感じですが、ぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、
香川大阪だと何時間ぐらいですかって言われますが、はい、今日の朝、はい、出発で、はい、5時ぐらいに出て、はい、ノンストップで2時間半、はい、そんなにすぐ行けます？あ、でも早いですよね、うん、香川までだったら、で帰りは、はい、2回休憩しました。あ、2回休憩して3時間ちょいぐらいですかね、はい、え、日帰り、朝出て結婚式出て、はい、でまたその日のうちに帰ってきて、はい、で今これ夜番組出る、そうです。いや、むちゃだろ、そのスケジュール、すごい。そのスケジュール、今飲酒運転って書いてましたけど、はい、お酒は飲んでない、はい、お酒は飲んでないということでね、飲めないんで、あ、タバキ店長お酒飲めないんでしたっけ。飲めないです。あ、飲めないということで ね最高店長、はい、飲めないですね。あ、飲酒 の疑惑はないということ。ヘロヘロになります。あ、なるほどなるほど。ね、放送時間までに間に合うのかとか言われてましたけど、全然、はい、1時になる前にね到着ということで、はい、はい、間に合いましたね。吉野家の牛丼美味しかったですか。いや、食べてないですよ。食べたかったんですけど、はい、頑張ってくれてたんで、はい、戻らなあかんかなと思って。あ、そうですか。今日は、あ、でもまあ結婚式終わってから、はい、実家で、はい、鍋は食べました。あ、なるほど、はい、久々のお袋の味を、そうですね、なるほど、堪能して戻ってきたという感じですかね、はい、今日松浦さん先告知で罰ゲームは先告知って何ですか。先告知って何、パチンコ用語っぽく言えば許されると思ってる。先告知で意味が分かんない。実家でね、はい、僕はおばあちゃんが、はい、畑と田んぼ持ってるんですよ、はい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 、今日手伝ってたんですけど、はい、すごい面白いの見つけて、はい、これは松浦さんに食べさせなあかんと思って。そういうね、あのねリアル唐辛子、リアルでしょ、ほら。いやー、ちょっとちぎってみたんですよ、ほら。わー、あのねあれ新鮮ですね。製品としてこう売られてるものだったらね、ある程度ね、こう安全性とかがね、はい、安全性っていうか、その何ですかね、まあまあ、あれね、具合がね、具合が分かるんですけど、こういう畑から取ってきたとかいうやつはね、どのくらい辛いかとかね、有機 100% です。飲み込んでいいのかどうかとかもね、分かんないからね。無農薬です、無農薬、知らないよ。そういうとりあえずそういう問題じゃないとりあえず一口、産地直送ですわじゃないよ。新鮮、美味しいですや、すごいな、めちゃくちゃ真っ赤っかですよこれ、うん、見えます。一応聞いたんですよ、食べれるんかどうかって、はい、おばあちゃん曰く、はい、辛いか食べれへん、あ、食べれる、口には入れれるけど、はい、辛くて食べれたもんじゃないととは言ってましたね。あ、っていうものを、あ、松浦さん食えと、はい、いうわけですかね。いやー、鬼ですね、本当ね、喜んで松浦さんって言ってますけどね。リアル唐辛子オーガニックに外れなしってね、やってますよね。いやー、たこ焼き店長、おばあちゃんの味新鮮ってね、やってますよね、うん、最後店長、終わっちゃいました。終わっちゃいました。あー、抜けちゃいましたね。抜けた、5連ですね。5連で終了ということですね、はい、なるほど、ばあちゃんありがとう。そうそうそう、はい、もうほんまふさごと持ってこようかな思ったんです。いや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 、十分だろう。あー、最後に終わっちゃいましたね。え、じゃこれはラストで食べる、今食べる、どっちでもいいですよ。ラストでいいですか、どっちがいいですか。今みたいですね。あ、今みたい。一応水で洗っていきましょうか、はい、水で洗ってくる一応、ね、あ、はい、じゃあ本当に畑が取ってきたばっかで。そんなものを食わせようと。すごい、はい、うん、一応水では洗ってきます。あー、わかりました。はい、見たいコールね、いっぱい来てるんで、今行こうかーってね、見たいって新鮮なうちに見える。どうします、皆さん、これ、はい、このままカプっていく方がいいのか、はい、こう刻んで、刻んで、いやそのままガブじゃないですか。まあそのまんまの方がいいですかね、はい、はい、水洗いなし。いや、水洗いはします。水洗いはしよ。水洗いはしよ。はい。ちょっと準備していきますね。ああ、わかりました、はい。そのまま、そのままって言われてますけど、ね。はい。まあ、いやー、なんで。視聴者さんもドSですからね。あんなに喜んでるのかよくわかんないですけどね、本当ね。はい。ありのままで、ね。穴息歌ってきてますけど、本当ね。はい。生で言って30回は噛めよ。ああ、それきついなー。いやー、30回も噛めるよ、あんな生の唐辛子とか。めちゃくちゃ辛いよ。あ、種の方が辛い。あ、それは分かるわ。分かるわ、ね、なんか分かりますね。やるとき画面大きくして新鮮なうちに召し上がる。ジョロキア飲みに辛いのってことでね、どうなんですかね。なんか東方辛子でもいろいろ品種があるみたいでね、はい、一番辛いのがジョロキアというね品種みたいですけどもね、おばあちゃんに感謝しながら食べろよとか、ね、言われてますけどね、どうですかね。味伝えてください、ね、たこ焼き店長は試食したのかなって。絶対してないですよ ね、 はね、はい、してないですね、間違いなくしてないです、ね、道連れパターンですかね、はい、これ半分ね、俺半分ガジっていきますんで、半分は残った半分はたこ焼き店長にね、あ、
ガブッと食べていただきたいと思いますんで。あ、ポッキーゲームじゃないんですか。なんでだよ。あ、生唐辛子はマジできついよねって、飲み込んだらずっと胸焼けするってね、いう方いらっしゃいますね。あ、いけるいける、俺も平気で食うからっていう方もいらっしゃいますよ。すごい。へえ。松浦ちょっとあそこに突っ込んでみようぜ。絶対やだよ、ね、事故るじゃん。何万スコビルですか。生唐辛子、あ、これ読んだね。タコ焼き店長のおばあちゃん、マジで罰ゲームに協力してくれるとか素晴らしいってありますよね、はい、罰ゲームのためにわざわざ取ってきてくれたのかどうかっていうのはね、微妙ですけどもね。自分で唐辛子栽培したときはなぜか全く辛くなかったって方もいらっしゃいますね。あ、そうなんですね。火が出るんじゃって言われますね。ジョロッキアより辛いトリニダードモルガスコーピオンっていうのがあると。へえ、そうですね。名前めっちゃかっこいい。ね、トリニダードモルガスコーピオン。スコーピオン。それを知ってるっていうのがすごいですね。ねえ、ちょっとこれは罰ゲームプロフェッショナルのエンデックとしてはちょっとうずくところですけどね、これね、調べたいところですね。松浦さんの18禁でもだいぶって言ってましたよね。いや、18禁してみはもうね、相当辛かったですけどね。早くも演技もあるし、いけるぞこの味って言ってくれよ、おばあちゃん見てるって。おばあちゃん見てないんじゃないかな。赤ガロケンとして刺してみる。唐辛子あそこに突っ込んだら最悪死ぬぞってやりました。お、そうなんですね。いつまでもそのままパッカの爪フライアウェイ。ありがとうございます。あ、岩山で、はい。唐辛子は中身を取って天ぷらにするとうまい。あ、それ美味しそうですよね。パリッと新鮮だと唐辛子食べた後ちゃんと決めポーズして決め台詞お願いします。決めポーズと決め台詞って何ですかね。うるさいよって言えってことなんですかね。ですかね、ミトルでユウスケ。ばあちゃんからのコメントありましたね、今ね。すごい、ばあちゃん、はい、あ、起きてるんですね。みたいですね。ばあちゃん結構遅くまで、はい、ありがとうございます、はい、起きた上でニコ生をご覧いただいてるということで、はい、ばあちゃんいるぞって言ってますけどね。ばあちゃんなかなか最近の流行りに敏感な、おばあちゃん見てくれてるんですね、はい、ニコ生を使いこなすばあちゃんみたいですね。かっこいい、はい、ばあちゃんネットできるのかって言ってますけどね。素晴らしいですね。ちゃんと美味しくいただいてくださいよ、じゃあ。え？おばあちゃん見てはるんで。おお、じゃあ俺美味しくいただく前に最後店長ちょっと見本見せてもらっていいですか。そこまで言うな。いやー、ド S 二人おると怖いな。アクティブなばあちゃんやな。で、ばあちゃんハイテクばあちゃんわらわらって言ってますけどね。唐辛子ってやってます。あー、どうですかね。前はこれで今残りまた50回ぐらいですかね。そうですね、もうリーチすら来ないですね。厳しい感じですかね。今で2連ね、3連2連ですかね、はい、で中村殿さんはゼロですね。ゼロということで。中村殿の台何もないですね。そうですね、熱そうなやつすら全くない感じ、はい、1回ちょっとねリーチ行きましたけど。そうですね、それ以降、はい、スーパーにすら発展してないです。そうですね。ちょっと厳しい展開ですけどね。どうですかね、こっからちょっと盛り返そうと思うと厳しいですね、はい、いやいや、まあまあ、まだまだね、まだ時間、はい、1時間ありますんで。いや、頑張ります。はい、頑張ってくださいね。中村堂さん、原作のメゾン一国の方はアニメとかあの漫画とかはご存知なんですか。あ、僕子供の頃は見てましたよ。お、再放送でしたけど、ね、アニメ好きでした、ね、あ、好きでした。京子さんに淡い恋心を抱いてたような。やっぱみんな京子さん好きなんですね。え、京子さん以外に好きな人とかできる。私、矢上ちゃんめっちゃ好きなんですけど。あー、まあね、あー、前々ちょっと変なんですね。なんで。大体、でも大体京子さんですよね、なんかね、こう年上の女性に憧れるみたいなね感じになりますけど。どうですかね。あー、やっぱメゾン面白いなーってね、いうことね、いらっしゃいますけど、まあ、パチンコのメゾンは、なんですかね、何作目ですかね、これ3作目ぐらいですかね、はい、結構どの作品もかなり人気が高いというか。そうです ね、ヒットしてるようなイメージがありますよね、はい、まあ、3ということでね、うん、どうですか高木店長、今回のメゾン一国。あ、もうそれどころか唐辛子に夢中ということで。メゾン一国いいですよ今回。え、今回いいですよね、メゾンいい、はい、うん、綺麗になってますし、はい、今話題の V 角、 V 角です ね、はい、VST、それよりも早く唐辛子やれという。もうツヤ、はい、あ、中村さんいいんじゃないですか。技師さんまでやっておきましたよ。赤でしたけどね。あ、そう、あの技師さんを潰してくださいよ、じゃあこれで。いやだよ、そのタイミングでやる必要ないじゃないですか、別に。あえてどうですかね。あ、帰ってきたってね、厳しい台だな中村さんの台ってことでね、まあちょっとハマってますけどもね。どうですか、こっからですね。こっからですね、最後店長の待つんじゃないですか。
最高店長は今議事 2? 議事2ですね。議事2ですね。緑ですね。緑ですね。総一郎さん保留になってますけども、どうですかね。もう一回欲しいとこではありますけどもね。やっと来たのかってありますが、中村殿さんどうですかね。いや僕もこれメゾン一国打つの今日が初めてなんです、ね、ああなるほど、初打ちということで、どれが熱いのかっていうのが全くわからない状態で打ってる。なるほど。横にメゾン一国の先生いるよ。そうですね、先生先生これは熱いんですか先生。いや焼くものがないんでちょっと弱いかもしれない。微妙ですよね、はい、あ去年までテレ東でメゾン再放送してた。へえ、梢ちゃんもいいと思う。あ赤堀、梢ちゃんも可愛いですね。確かにね、根元まで追いきなさい唐辛子、ね、おばちゃんの唐辛子美味しく食べてね。ああ外れた。ここは復活はからの8点あるかもしれないですけど、からの弱いですね。マイメイさんが赤保留、赤保留でエピソードチャンスですね、はいはい、まあ、8点もいかず。あーあーダメですね。きついな。中村堂さんちょっと厳しい展開ですけどもね。マイマイ、マイマイ熱そうですね。一応チャンスはチャンスですけどね。心の旅来ましたね。あーすごい綺麗。今日あれはたけしは？たけし。来てないんですよ。向山、向山、向山康二、はいはい。向山康二、はい、ね。僕のピンチヒッターでお願いしますねと言ってたんですけどね。あ、たけしに。はい。いや全然。来る気配ないですね。はい。全くね来る気配なかったですけどね。あー熱い、マイマイで。ちぎりリーチなら熱いよ。あ通常は、ね、はい、ちぎりリーチが一番熱いんで、はい、54% ぐらいあるんじゃないですかね。お、ヒロシリーチ、ヒロシリーチ、ヒロシリーチじゃないですか。今から松浦さんと店長がちぎるんでしょ、唐辛子。唐辛子、唐辛子でちぎってちぎりを、そうそう、ちぎり、ちぎりをして意味がわかんない、意味がわかんない。あれがじゃあ外れたらちぎりますね。ああ分かりました。外れたらちぎる、はい、当たったら外れそうな気しますけどね。当たったら、あ当たった、当たったまいまいさん、あえ当たったらまいまいさん。おかしくないですか。ああそうですか。今京子さんボタン出たのに。おめでとうございます。それから3人でちぎってもらいます。3人でちぎる、あ3人でちぎる。まいまいとならちぎりとおかしい。ちぎる面白い。じゃあこの自家製唐辛子の、はいはい、ちぎりを、はい、ルーレットで決めません。誰ちぎりがいいか。誰ちぎり、あのサイコ店長もやりたいって言ってました。あーそうですか。言ってました。ルーレット言ってませんでした。中村丼もやりたい言ってました。当たりましたよ。あえこれ特格で、ですね。あー特格、はい、おめちぎりにしておきます、ね、これ1ラウンド、はい、あこれが1ラウンド。あーなるほど、1ラウンドなんやこれ。ちぎりルーレットわらわらと。これでもね、唐辛子って青い方が辛いですね、はい、青い方が辛いとか言いますけどね。まあでも赤くても辛いやつは辛いですかね。青と緑と赤があったんですけど、はい、まあ絵面的に赤の方がいいのかなと。すいません、これあれですね、はい、合格発表ボーナスですよね。はい、一応の五代くんが受験合格すればウェディングラッシュで、はい、失敗だったら9ラウンドで時短らしいです。へ、まあ、どっちかまだちょっとわからないですけど。あ特格ではない、特格ではないですね。あなるほど。中村道さん若干ですけど、ああそうですね、そんな感じで、はい、申し訳ないです。ああ1ラウンドじゃねえぞーってね。そうです、1ラウンドは、はい、チャレンジ、ちゃうわ、何やったっけ、メゾンアタックボーナスやったかな。ああそうですね、はい、アタックボーナスですね。はい、はい、マイマイさんこれ成功、はい、え、どれですか、中村道さんですか、が成功、いや、498 4989があれば、89あれば、あれば、はい、確変ですね、合格ですけども、うわあない、不合格。なんか受験生みたいな頭してるの。そっか、今日なるほど。残念ながら ST 入らず、時短ですね、なしということで。まあでも時短ありますんでね、そこで引き戻せば。そうですね、はい、右打ちなんで。あ不合格発表ってね言われてますけどね。メゾン一国って面白いって言われますよ、中村殿さん。いや面白いですよ、面白い。メゾンが好きなんでね。あまあ原作ね好きな方にはねたまんない感じですかね。そうだよ引き戻してよってね言われてますけどね。100回転やればなんかいけそうな気がしますけどね。まあ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 確率としてはね結構ある数字ですかね。はい、毎毎詳しいな、さすがだね、毎毎詳しい、さすができる兄貴ってね言われてますけどね。はい、はい、AKB の応援で勉強でしなかったのかなって。確かに親衛隊みたいな、ね、格好になってますから。いつちぎるのって言われてますよ。どうします、何でします、
え、何でするっていう意味がよくわかんないですけど、もう アンケートでいいんじゃないですか。アンケートするんですか。5人、5人で5人前、ま、松浦さん、はい、をちぎりと。もうほら、息が鮮度が良すぎて意味がわかんない。めっちゃ戻ってる。意味がわかんない。え、アンケートするんですか。どうするんですか。なんか先に1位と2位でやってっていうふうに、はい、ね、来てましたね。1位と2位をちぎりで。まあでもこれアンケートするともう結構あれじゃないですか、1位確定になってくるじゃないですか。鉄板っすね。ねえ、じゃあもうこの2人、この2人になるのもう見えてまあまあまあ、はい、一応聞いてみますか。そこにじゃあ 95% ぐらいかけます。はい、でもダークホースとしては、はい、美男美女コンビとして、なるほどね、サエコマイマイと、はい、なんでそこ押してくるんですか、はい、いやでも私たこ焼き店長に TM レボリューション見てますねって言われて、そうそうそう、皆さんちょっと松浦さん後で抜いてもらっていいですか、はい、僕これ今ね TM レボリューションにちょっとハマってるんですよ、はい、でこう打って当てて打ってたら、はい、マイマイさんがいるって思いましたあの横顔っていうかね、はい、これねそっくりかなっていう、はい、じゃあ行きますよ。誰が唐辛子をちぎりますかということでね、1番、西郷店長、2番中村丼、はい、3番マイマイ、4番たこ焼き店長、5番ジャガー松浦ということで、はい、この上位2名が唐辛子ちぎり合いですね。ちぎり合いって何ですか。ポッキーゲームってこといやポッキーできないでしょ。でもこれ、はい、ポッキー枝の方行かなあかんですよ。だってそうですね。だからちぎってちぎってじゃんけんほいみたいな、食べて食べて渡すみたいなね、はい、ことらしいですよ。はい、どうですかね。1位は松浦、2位は誰か言われてますけど、はい、どうですかね久々に出てきた中村どんかなって思ってね。そういう意見いただくと、はい、ありがたいですね。あ、松浦がやったら MC できなくなるからなってことでね、それは間違いないですね。私変わりますよ、はい、松浦がやったら MC できなくなりますんでね、その辺を考慮していただければと思います、まあ、それはみんなやりますよ、はい、その振りをどう取るかですね。サイコ店長とか高木店長も MC できると思うので、はい、それは大丈夫だと思います、はい、いやいやいや、意外とね、できるって言ってもね、意外とできなかったりするんですよ。最近松浦さんちょっとスロット打ったりしてサボってるんで大丈夫じゃないですか。サボってねえよ別に。ちなみにこの唐辛子は産地直送です。はい、まだ取れてないです。4時間以内です。いいですか。じゃあ、はい、結果発表しますよ。お願いします。あ、ドン、お、これはすごい結果になっちゃいましたね。1位、ジャガー松浦 34%、はい、あ、これやばいわ。これはいいよ。あ、これあかんわ。2位マイマイ26.3%。 なんでちょっと待ってください。これなんでなんで、ええじゃないですか。じゃあ演説同士でやっても面白くなくないですか。いや面白い、いやでもこれなんですか。やっぱ、はい、3番がたこ焼き店長、4番が西郷店長、5番が中村丼ということで、これね、だからね、意外な結果ですね。始まって1年、はいはいはい、やっぱね、1年間引っ張ってきてくれた2人ちぎってもらわないとっていう、多分皆さんの思いやと思う。そうね、容赦ないアンケート。まさかの中村さん、中村さんって言ったら、トラ柄来たから。お、トラ柄、トラ柄、はい。じゃあね、エンデックのちぎりは僕は必要だと思いますね。そうですね。いる？あ、でも1位と3位がちぎるんじゃなかったっけって言われてますね。松浦とマイマイだな。アンケート取る意味あった。まあどうせ俺はね、やるのは分かってたからいいですけどね、別に、はい、ね、誰が MC するのか、結果おもろい、必死に逃げる前々いや、聞いてないけど、はい、いや、はい、今日これまた斬新でしょ、でもこれ、はい、加工されたもの、ちゃんと仕事したのにな、今まで加工されたものばっかやったのが、はい、天然ですもんね。天然ものはね、確かに珍しい、うん、はい、じゃあちょっとセールファン用意してもらっていいですか。いやね、あ、おめでとうございます。あ、来ましたね、おめでとうございます。ようやく中村殿さん見事ですよ。というか、まあちょっとだけこれ残しておいてもらったら、はい、あそこで辛いの好きなのいるんで。あのね、シャープ後藤さんがね、今あの向こうでお仕事されてますけども今日もなかなかのシャープ声ですね、顎がね、はい、はい、素晴らしいことになってる感じですけども、真面目な顔してますけど。そうですね、シャープ後藤さんが見えますかね、これね、ちょっと今ね、向こうでお仕事されてますけどかじりたい、はい、不敵な笑みをね浮かべてますけど、あー逃げていった、笑ってます。あー、どっか行っちゃいましたね、はい、後藤さんもいらっしゃるということで、はい、ね、層は厚い野崎店ですけれども、え、じゃあどうするんですか、ま、松浦さん、はい、
これ食べればいいんですか。はい、半分食べてじゃあマイマイに渡せばいいってことですよね。これ先っちょが辛いとかどっちかあるんですかね。いやーいや、さすがにちょっと茎は食べれないでしょ。そんな変わんないと思いますけどね。行くんや。え、行くんやってなん。ちょっと一画面、え、一画面、一画面選挙します。あ、ちょっとこれでかくしますか、これを。あ、そうですね、こんな感じでいいですか。でね、ちょっとね、前から、はい、前気づいて言おうと思ったんですけど、はい、分かった。あの、V ニュースよ、おめでとうございます。なんか野崎6月で1周年とかまだ入ってますんですか。あ、入ってますね。 あれちょっとまた変えていってください。分かりました、了解しました。はい、はい、業務連絡です。はい、あー、じゃあこれを、はい、半分にね、半分にちぎってやろう。はい、まずたこ焼き店長打ったらいいんじゃない。で、マイマイと一緒に横あ、そうですね、はい、ここ来て変わりましょうか、女の、はい、これ今、お当たり中ですか。はい、はい、じゃあこれね、茎のとこだけちょっと取りますね。マイマイさんすごいな、やっぱ。いやいや、はい、ね、見える。よいしょ。で、これを2つにちぎってやればいい。2人で同時に食えばいいでしょ。そういうことだよね。画面から消えていく姿が見えるんですね。それでいいよね。半分にちぎってやろう。あ、やべえ、大きさだいぶ違う。ちょっとちょっと、それは大きい方、松浦さん。大きい方でしょ、松浦さん。大きさだいぶ、長さだいぶ違うけど、これちょっとあれですね、ほんまにお腹弱いんで勘弁してくださいね。はい、じゃあはい、あげる。あ、長い方、長い方渡した。最低最低、はい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 、最低、はいはい、いいよいいよ、じゃあ俺がね、俺が長い方行きますよ。はい、はい、ああ、松浦さん目をこすったらダメですよ。フリフリ、これすげえ種めっちゃ入ってる、見えるこれ。これはちょっとヤバそう、本当に。美味しそうですね。これ、たこ焼き店長、店長、ST 抜けたら食べたらいいんじゃないですか。あと40回転ぐらいしかないでしょ。たぶん当たるよ。めっちゃ入ってるよ、ほら、種見える。これ種はちょっとヤバそうじゃないですか。種が辛いんでしょ。種辛いですよ、たぶんね。え、皮とかじゃなくてね。じゃあいただきます。ちょっとお腹痛くなるから、はい、画面拡大しようって、これ以上拡大できないよね。はい、はい、じゃあ、いただきます。はい、いってらっしゃい。いきまーす。いらっしゃい。あれ、普通？あれ？松浦さん、普通。あー、顔変わってきた。なんとかいける。まだいけるんすか？辛っ。デスの方がやっぱ辛いですね。辛い。なんかピーマンみたい、ピーマンみたいな味する。だいぶ辛そうな顔になりましたよ。うん、あ、でもいける辛さ。あ、唐辛子の辛さじゃない。あ、はは、鼻水出てきた。わー、うわー、これ鼻水が。あー、あー、まあ、え、あ、え、あー、松浦は地味だからもう一回。もう全部いっちゃったんですよね。全部噛み砕きました。うわ、松浦さんすごいですね。すごいな。あ、おー、喉が痛い、喉が。鼻が。まあ、レーディングラッシュ終わっちゃいましたけどね。おいー、終わった。おいー、じゃあ店長、デスソースの飲みましょう。サクッと終わっちゃいましたけどね。太鼓店長、熱いって言われてますね。熱そうですよね。はい、なんか鼻が。これ何リーチですか。心の旅。あ、心の旅、ね、食べる前に、はい、半分に折ってそれを鼻の下とかに塗る方が面白かったかな。あ、当たりましたね。鼻水がちょっとやばいっすね。あのね、いいってなりますね。辛いんですけど、はい、
辛さ自体はね、いつもやっぱりもっといかついやついっぱい食べてるんで、うん、そうですね、耐えれない辛さじゃないんですけど、はい、あのね、青臭い、はいはい、生の、ピーマンかじって、そうそうそう、ピーマンの味がしますね、すごい、その気も辛さみたいな、生辛さみたいな、あーでもこれ種が、そう、種、歯詰まるんじゃないですか。これなんかあれですね、辛いのが辛いというよりちょっとこう苦い、あ、そう、深い指数が高いって感じ、苦い、あー、そう、ピーマン苦手な人だと、てかすげえ種が口の中からどんどん出てくる、勘弁してくださいよ、あー種が、まあ普通生ではあんまり食べないって、そうですよね、そうですね、種が、まあ、いやペペロンチーノとかねやりますけどね、最後店長が何用もにってやってますね、まだ実家帰るんでまだ仕入れておきますね、あ、わかりました、また種出てきた全然落ち着かないじゃないですか松浦さんピッコロみたいになってるじゃないですか、いやめっちゃどんどん種が、今週森口の時差し入れで生物持って行っていいって言われてますけど、いや生物はってか差し入れは勘弁してください、はい、差し入れはね大丈夫です、お気持ちだけ、お気持ちだけ、あー生草から苦いみたいな、よっしゃ入った、太鼓店長すごい、ま、日本いいですね、はい、太鼓店長メゾンめっちゃ相性いいですね、相性いいですね、はい、でもこの間いかが立てないんですか、エンディングで当たった、あ、この間は、ね、あれですね、 ST 中じゃなくて時短中に当たったんですね、あ、そうですね、今日は絶好調、種出しすぎって、いやもう止まんない、種がマジで止まんないあのすいません、落ち着いてから帰ってきてもらって種が次々歯の間からどんどん出てくるっていう、うがいしたらいいんじゃないですか、ちょっとうがいしてくるわ、はい、松浦さんのでもプロ意識ですね、それ種が出ても喋ろうとする、そうですね、うん、太鼓店長すごいって言われてますね、あ、はい、エンデック演技うまいなって、ね、演技じゃないんですけどねいやちょっとピーマンっぽかったなと思って、もやっぱ松浦さんがちょっと麻痺してるんですかね、松浦さんね、うう自分でも言ってましたよ、俺多分ちょっとおかしいよなってこの間自分で言ってましたからね、味覚がちょっとあれなんです ね、この1年で多分一番デスソース使ってるんじゃないですか、はい、全然いけてる、松浦地味だからもう1回ハの字眉毛松浦氷間違いないですね、これ言っちゃったんだね、大丈夫ですか、いやでも喉めっちゃ痛いですよ今飲み込めない、店長熱い、最高店長熱そうってことで、ね、当たりまし ましたね、はい、あーって言われてますけど、あ、タイマー出てたってことで、太鼓店長もタイマー出てました、出てました、じゃあやっぱり熱くいいんですね、たこ焼き店長とキスしたらいいよって言われてますけどね、どうですかね、たこ焼き店長たこ焼き店長罰ゲームしようって言われてますよ、僕っすか、はい、次種口に入れてあげたらいいんじゃないですか、うがいしてあ、清爆弾ならぬ、うがいしてたよ星春爆弾でね、たけし結婚式楽しかったって言われてますけど、これあれ大東このねね、たけしと言われてますけど、結婚式よかったんですか、なんかね、はい、写メ遅れ、写メ遅れってめっちゃうるさかった、あ、そうなんですか、はい、じゃあこれ本人かもしれないですね、多分ね、はい、向山店長かもしれないですね、ルペさん大丈夫ですか、めっちゃ喉痛いですね、筋タイトルだから熱い、大丈夫、いかついって言われてますねペペロンチーノのやつは乾いてるんじゃ、そうですね、乾いてる、唐辛子ですね、マジュニア両者生き物だったり、見てたらくしゃみ出た種出しすぎやぞ、いや、めっちゃ出てくるもん、はい、肉団子と生唐辛子を一緒に食べるのはありって言われてますね、へえ。うがいしてください、最高店長すごい、ヨウモニ回数表示できないのって言ってますけど、今日はもう出玉対決、ヨウモニ回数表示します、ヨウモニにするんですか、はい、まあ、できますけどね、ただもう完全にここ ST 中なんで、はい、もう絶対いけると思いますけど、前々の台が今終わ何連で、さっきが2連、3連最後店長が5連、僕でもこれ当たったんで6回目す、はい、今6回目ですね、はい、なんかね今6用も中村丼が横目でドヤ顔してきたのが腹立ちました、中村丼さん今これで何連、3回目ですね、3回目、はい、3連という感じ、 SP あと2回で終わるっていう、あ、ほんとギリ、あ、ほんとはギリで119回目で当たりましたね、ギリギリ、エンディングいけそう、はい、任せてください、任せてください言われてますけどね、はい、三葉もにということで、先週本放送外の方で見せたから今日はどうでもいいと言われてますけどねそんなこと言わんとね、はい、はい、松浦辛いよ、松浦さんの舌はもう正常に機能してないと言われてますけどね、
何アピールですかね、これ。辛い。太鼓店長、ぜひエンディング見せてください。頑張ります。はい、松浦さん、昨日の食べてたからなって。あ、昨日あのババ…え、何でしたっけ、ラガーマヨネーズのやつですか。はい、あとハバネロのやつですね。はい、たこ焼き店長、そろそろ飽きてきたって言われてますけど。若干若干めっちゃ早くないですか。早いですよ。10分くらいじゃん。変わってくださいよ。じゃあちょっとマイマイと MC やってくださいよ。あ、松浦さんが打つんですか。打ちますよ俺が。あ、多分当たらないですねそれ。僕多分ね、はい、お尻痛いんですよ。前も言った、あの、あ、そうですね、ずっと座ってるのが辛いって言ってましたよね。 G じゃないんですかね。はい、座骨神経痛かなって思うぐらい痛くなるんですよ。あの円座布団もやっぱり持ってきた方がいいかもしれないですね。あれ結構いいですけどね。別名 G 布団ですね。 G 布団、はい、赤天杯でも外れる、向山出てこいやって言われてますけどね。あれ本当に向店長なのかな、うん、中村ドンサスが、松浦さん新しい手品やな、口から種を出していくなんて。そんな生臭い手品いるね。えすごいですね。その手品見たい時は、はい、僕も手伝いしますね。わかりました。いらないよそんな。大量に大量に。そんなお手伝い。スーパーのあの魚とか入れる袋でこうわさーって持ってきますね。いやだ、それ大量ですね。本当の怖さは体内通過するこれからかもって言われてますけどね。うん、あ、明日とかやばいかも。お尻がね。たけしシャメハヨって言われてます。あ、その下なんて。これさっきの人一緒ですけどね。もしかしたらムック店長かも。高木店長、ムック店長に彼女いること暴露して怒られなかったって言われてますね。面白会社説明会でね。あ、彼女なんかな、まあ、女の人が出たっていう風にね、ちょっと疑惑に残ってましたけど。そこはちょっとあの火曜日で聞いてみてください。内藤で、そうか、今見てるんやったら、はい、披露しろこの野郎。あ、なるほど。じゃあね、あのムック店長本人から、お伺いしたいと思いますので、ね、恐ろしいね、はい。今日初めて見たんですけど、何か毎日罰ゲームでもあるんですか、はい、って言われてますけどね。そうですね、はい、あのね、キコーナさんのスタッフさんね、あのやりたがり多いんでね、罰ゲーム多分何かしらあると思いますね毎日、はい、はい、若干それって G、松浦さん当たらなかったら罰ゲームやでって言われてますんで。え、あ、バーたこ焼きね、一応今日もご用意しておりますけど、うん、 そこはね、たこ焼き店長の力量といいますか、はい、はい、よろしくお願いしたいですけどもね。はい、たこ焼き店長飽きるも早すぎるって言ってますね。まあ、さっきもお話ししたようにね、横で TM 打とうか笑ったんですね。あ、TM 打ちますか。え、めっちゃ相性いいんですよ僕。結構買ってるんですか。じゃあね、はい、初打ちは買ったんですけど、はい、すごい、あ、波が、そうそう、で2回目が5万発。すごい、5万発。5万発なんですよ。TM 結構あの一撃連チャンって言いますかね、あの粘る人少ないんですけど、はい、5万発はすごいですね。またリコンコーってね、やってます。いや、 TM 打ちたい。あ、これ多分あのムック店長の話じゃないですかね。はい、そのリコンカっていう字ドキッとしました、うん、反応してしまう。僕も反応してしまう。はい、エピソードリーチの時にボタンを押してると軍や金、虎が出るよって言われてますね。なるほど。あ、ずっと押しときたらいいのかな。ということで今ね、 ST 中団が一応中村ドンさんと最古店長ですけどね、はい、最古店長でもちょっとやばい、106回目ですよね、はい、中村さんはだいぶまだ余裕ありそうですけどね。今で30回転目ぐらい。そうですね、本人の顔には余裕がないですから。ちょっとヒヤヒヤします。まあ、でもせっかく当たったんでね、まあ、継続率も 80% ありますので、はい、当たるんじゃないかな。あ、やばい、はい、やばい。さあ、どうでしょうね。いや、やばいですね、ほんまにやばいですね。終わっちゃいそう。やばい、泣きの1回。あ、ラス1ないですかね。あ、終わった。ここから復活しないんですか、これって。いや、もうないんじゃないですかね。あ、抜けましたね。あ、抜けましたね。なんかいいとこも悪いとこもお見せできたような感じですけどね。そういうのもエンディングチャンスは中村丼のみ。あ、そうですね、任せておいてください。まあ、松浦さんが今から当てて12、3連すれば話別ですけどね。余裕ですね。あ、そうですか、はい、まあ、誰も期待してないと思うんですけどね。どういう意味。いえいえ、あ、じゃあ、あのジャガー松浦で出しときますね。はい、お願いします。ちょっと待ってくださいね。はい、すぐ当てますんで。はい、じゃあちょっと。とりあえず、めっちゃ眠いっすわ、今日。ああ運転もね、疲れてると思いますけどね。
そうですね、ウェスカーは変わったパソコンの見方するねと言ってますけど、あれウェスカーあれですよね、サングラスで見えないから顔近づけてね、そうですね、覗き込んでるんですよね、はい、すごい、もうここのカメラすごいおでこ見えるぐらい近づいてますね。あ、サイコ店長またチャンスですか。そうですかね、移動の中ピンク、一応あの先赤の、ブラシ入れてましたけどね、前々明日何か打ちに行くのってことでね、ちょっとあのコラムで北斗打たないといけなくて、はい、北斗6、私マックスタイプめっちゃ苦手なんですよ。そうですね、いつもアマデジって言いますね。そうですね、アマデジかライトミドルでちょろちょろ遊ぶのが好きなんですけど、まあ、明日は行けたら北斗6打ちに行こうかなと思ってますけどね。じゃあ今やって、前々さんの音大丈夫ですか。ちょっとマシになってきましたけど、松浦さん今すぐ当ててジャガーに失礼とやってますけどね。もう当てます、はい、ラスイチは演出が何かしら出たら当たりだと思う、シャッター閉まったらおしまいって言ってね、さっき最後店長シャッターちょっと閉まっちゃいましたんでね、はい、はい、中村堂さんもリーチ、お赤、あ赤カットイン来ましたね、発展しますかね、あーない、あー松浦さん、なんかミニゲーム行きました、はい、ミニゲーム合格、あのあれですね、受験、受験リーチですね、さっきあの中村ドンさんが当たったやつですね、そうですね、緑、黄色、おピンク、赤、お、もらった、当たった、もらったまで来ましたね、あれあ、下がるんだこれ、ええ、なんでもらったで外れんの、え、マックスまで行かなかったんですか、行ったよ、あ、じゃあ外れたというか、おマジで、罰ゲームですかこれマックスまで行って外れんの、あれもらったまで上がったよゲージ、あ、中村能さん、熱いですね、エピソードいきましたね、これボタン押し付けたらいいんですか、これね、なんかさっき、コメントでエピソードリーチの時、はい、ボタン押してると本や金虎が出るっていうふうにね教えていただきましたけど、連打ってことですか、押しっぱなし、いや連打でいいんじゃないですか、もらったの上があるよって言ってますね、あ、もらったの上があるんだ、はい、松浦さん、変わらず見せてくれるな、いや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 もらったって言われたらもうなんか確定みたいなイメージだよね、勝手に松浦さん罰ゲーム、いや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 、何この早シャメ、早シャメ、これ本人じゃないですか、本当にシャメって何のシャメがいんの、あの結婚式の写真ですか、送ったやんだからなんかもう彼氏と彼女の喧嘩みたいになってます送ったやん、何を見んのそれ以上なるほど、ボタン連打だよ、文字が変わるとかもあります、はい、って言ってますね、ありがとうございます、それ唐辛子のシャメですけど、ほらちゃんと取ってきたよって松浦さん待っててねって言うシャメね、たけし早シャメってねちょっと言われてますけど、でもこういうとこなんですよ、あ、なんかめっちゃ天気良かったですね、今日ね、そうそうそう、あ、いや可愛いじゃないですか、チャペルカップルかい、あ、美味しいやつ、あ、見してますね、今洋装の結婚式やったんですか、そうですね、どこいくつですか、24、あ、若いですね、若いんで、はい、そうなんですよ、今時のね、はい、はい、私もちょうど先週の金曜日、親族の結婚式で鳥取行ってきて、はい、まあ、そこも洋装で、はい、なんか自分らでこうできるスタイルらしいんですけど、いろいろ決めれるってやつで、まあ、ちょっと感動しましたけどね、うち式挙げてなかったんで、なんか式いいなと思いましたね、はい、松浦さん式挙げてないみたいなんですよ、松浦さんも、はい、いや、うん、俺も式挙げてない、あ、じゃあやりましょうよ、はい、なんで何をやるんですか、え、離婚式離婚式はやらない、それはあかん、それはあかん、笑顔で離婚式ですか、ニコ生で、ニコ生で奥さん、マスクしてもらわないとね、これ覆面でも何でもいいんで、トラ来ましたよ、あ、これ激アツですね、中村堂さん、トラ柄、さっき赤保留でしたね、そうです、赤保留なんですよ、はい、そうですね、はい、僕と向く店長が結婚したら、まあ一件落着、間違いないです、最終話みたいな感じですか、最終話、あ、エンディングですか、そうね、エンディングですね、結婚したら離婚できますからね、これ無垢店長が言ってましたけど ね、うん、そうね、今来た松浦さん、今日はビタ押しじゃないから安心してるんちゃうかって言われてますよ、どういう意味で、ビタ押しでも完璧ですあ、待ち合わせ好きってことで、このね、あのリーチ、待ち合わせっていうリーチなんですけどね、はい、なんか切なくなりますけどね、メゾン見てたら、まあ、でも虎柄出てたんでね、当たれると思いますけどね、あー、いや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 、いや、からのじゃないんですよ、からのからの今夜だけは
はいはいはい、おー来たーうえーって言われてますけどね、まあ回復ですね、ウェスカーでいうね、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。お、これで中村門さん4年目ですかね。そうですね、4年目です。じゃあ、あと3回当たればトップに踊り出ますけどね。もうすぐですよ。はい、え、松浦さんの代何回でしたっけ。松浦さん0回ですよ。いやいや、松浦さんの代は何で8重にぐらいですね。8重に、そんな当てた。ポイントは分かんないんですけどね。そんな当てた。松浦さんは0ですけどね。私は一応3回当てました。松浦さんが最下位ですね今。はい、そうですね、1回も当てないんでね。頑張ってください。いいな、ほんとね、そうやってね、悪い人ばっかりですよね、本当にね。いや、美味しいと思ってますけどね。いや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 、合同離婚式しようか。ニコ生で結婚式やろう、マイマイと松浦、うん、やろうよ。嫌ですよ。いや、うち旦那多分一般人なんで無理ですね。絶対嫌だよ。あ、でもうちの旦那はあのエグザイルのウサギに似てるんで、まあ、あんな感じですね、本当にそっくりですよ。イケメン。イケメンじゃないと思うんですけどね。あのサンバイザーでしたっけ、あの、はい、あれ被ったらめっちゃそっくりですね。いいじゃないですか、ね。まあ、ダンスはできないですけどね。松浦さんの離婚式やるなら見るよと言ってますよ。いや、見なくていいよ。 , 笑顔で見なくていいよ。メゾンは正直前作の方が好きだった。今回は歌が自己主張激しすぎると言ってますけど。あ、なるほどね。まあ、昭和の名曲が、ね、そうですね。前は確かあの伊藤優奈の歌とかいろいろありましたけどね。これで外してたら罰ゲームやったなって。マイマイの結婚式と松浦さんの離婚式を同時放送しようと言われてますけどね。やだよ。二元中継ですね。僕は記者の中、鬼畜の巣窟と言ってますね。間違いない。歌聞きたいんだから歌をぶった切って回復しないですんなり当たれよと言われてますけど、これは平和さんに言ってください。はい、確かにね。はい、今日の視聴者みんな鬼やな。青春の影も良かったって、あのチューリップのね、青春の影も入ってましたね、前作と言ってますけど、うん。たこ焼き店長、この間はありがとうございました。今日もバー期待してます、はい、ということで、あのこの間ね、あの大東に来ていただいた、すみません、もうこの間ありがとうございました。ありがとうございました。本当にね、わざわざね、あの関東から来ていただきまして、本当びっくりしましたしね、嬉しかったです、本当に。だから次の日は森口と梅北の方にも行っていただいたみたいで、辻本店長ね、大変喜んでおりましたので、うん、はい、また機会ありましたらね、遊びに来ていただけたらと。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、うん、ありがとうございました。感謝ですよ。そうですね、はい、もうなんかありがたいですけど、中村どんちゃん、感謝を英語で言うと、感謝を英語で言うと、営業え Thank you 感謝。今なんで最高店長の顔確認しましたけど、Thank you 言ってましたね。スペイン語で言うと、スペイン語は分からん。分からん。スペイン語、グラシアス。基本的に、グラシアスですっけ。スパシーバって何でしたっけ。グラシアスですね。ありがとう。グラシアスでスペイン語でしたっけ。そうです、スペイン語です。当てますね。なるほど。なんで自分の知ってる、なんで自分の知ってる言葉だけ。いや、ちょっと怖かったんで。じゃあロシア語とかフランス語とかってなりますけどね。はい、ジュマペール。本当？私の名前はって多分ジュマペール、ね。あ、そうなんですか。僕はあの高校の時フランス語一応。え、あ、勉強されたんですか。専攻で。専攻で取って勉強はしなかったです。してない。はい。なんとなく取ったみたいな。はい、なるほど。あ、松浦の奥さん超美人らしいね。へえ。へえ。マジか。すごいですね。羨ましいですね。奥さんは普通ですけど、子供は超可愛い。まあそれは親バカってことで、ね。まあ子供はね、自分の子供は可愛いですからね。まあ、ね、はい。今松浦ん家に離婚届を送っておき おきました。離婚届、はい、ありがとうございます。送ってくれたのわざわざみたい、奥さんみたいって言ってますけどね、うん、奥さんの好きなところ3つ言ってください。カメラ目線で絶対嫌だよ。これ一画面にしていいですか。あ、もう絶対嫌だ。行きたいですね、それは。絶対嫌です。まあまあ、はい、でも3つ以上ありますもんね。これね、でも結構あれですよね、人止めんのって難しいですよね。今聞いてなかった、マジで聞いてなかった。あ、3つありますもんね。奥さん見たりしてるんですか、こういう放送。あのね、たまに見てます、見てるんじゃ。あ、じゃあ今だから、そうそう、今だから言えないことみたいな感じで、はい、え、ちゃんと YouTube にも残りますし、面と向かって言う方が無理でしょ。いやいや、どっちも無理ですよ、そんなの。ガチガチ無理ですよ、そんなの。じゃあ最高店長、彼女の、あ、そうそうそう、だから3つ言ってください。いつも言えないことを感謝で言うのか、はいはい、本当に言えないことを言うのか、どっちがいいですか。もうやめようよこの流れ。いや、こういうのは僕年末スペシャルで置いときたかったんですけど、この流れ怖いよ。今ね、そういう流れになっちゃったんでね。やだよ。言われてますけど、まだコメントもたくさん来てますけどね。見てるんだ奥さん。さあ、ここで松浦氏の奥さんが登場します。いや、怖いよマジで。そういえば松浦さんの奥さんの写メ撮ってきて。やだよ、絶対やだよ。松浦そこで黙るの、ね。
やっぱり鬼畜の巣窟やな間違いない松浦さんしっかり黙れ黙れ。その点ね、僕とドンちゃんはもうほんまフリーなんで。ああ、でも高木店長はあの木店長っていう大事な元奥さんにしたこと。元嫁に、はい、ありがとう。ずるいずるいずるい。ずるい感謝してるよ。ずるい。いやーもうずるいわ。めっちゃずるい。ずるいっすかね。ちゃんと奥さんのいいとこ言ってよ。いいところじゃあ、ね。あ、いいところ？はいはい。何やろう。じゃあムック店長のいいとこにしますか。ムック店長のいいとこ彼女なんでね。ガチでいい話しましょうか。じゃあ、はい、はい、エピソード。あのね、心配して電話くれるんですよ、よく。あ、そうなんですか。本当これガチで、ちょ見てたら照れてんじゃん。照れてんじゃん。僕なんかそういうとこ好きなんですよ、ムック店長の。嫌いなところは、はい、電話長い。電話が長いんだ。電話長い。嫌いなところ嘘やで、嘘やで。うん、ねえ、いや仲良しですね。でも、ムク店長と僕って面識ほんとなかったんですよ。あ、最初は。うん、バイトを着任して、はいはい、もう最初の頃こんなんなかったですかね。あ、でも本当に最近と言いますか。何がきっかけなんですかね。もうでもね、そんなわかんないですもんね、何がきっかけなんて ね、まあ、ね。いやー、ほんとに。サイトで、はい、ムク店長が店長になってすぐぐらいに、はいはい、たまたま僕、豊岡から、はい、休みで遊びに来て、サイトに行って、はい、あ、はじめましてぐらいが、ああ挨拶、それぐらいですね。うん、まあでも今はね、もう彼氏彼女のような LINE 毎日やるって言ってましたもんね。めっちゃ長いね。送ってくるんですよね。照れちゃうって言ってますけどね。照れちゃう。もっと照れる話してあげようか、ほんなら。いや聞いてるこっちもちょっと照れちゃいますけどね。まあ見に行ったけど恥ずかしくて近寄れんかったってことで、多分放送ですかね。あー、来てください本当に。いやね、全然お声かけていただいたら、うん、はい、あの松浦さんジュースおごってくれるんで。いや本当に、はい、全然気軽に声かけてください、はい、なんでああいう言葉なんでしたっけ。せーの、はい、うるさいよ。カメラ半分見切れてますけどね。なんか目しか映ってなかったですかね今。あ、スパシーバーロシア語でありがとうだよ。あ、そうか、ありがとうございます。ロシア語やった、ね、ロシア語ですね、うん、はい。そういえば、前々もし子供ができたら産休取るのってことで、いやどうですかね、産休取れるんですかね、この会社。いや、取らな、取らな、取らしてもらわなダメですよ。ですかね、まあギリギリまでやって。今一瞬顔が。ちょっとこう、わかんないですね。まあその辺は社長とよう相談って感じですかね。はい、社長に聞いてみます。感情込めたカメラ目線で愛してるって言って、って言われてます。絶対無理。絶対無理。絶対無理。それは奥さんじゃないですか。いや絶対違う、本人公認、絶対違うし、はい、絶対無理。メゾン一国売ってることやし、はい、ちょっと言いません。あ、これ熱い。あ、そうですね。いや、流したない。熱いの来ました、はい、熱いの。何が熱いですか。総一郎さんが跳ね回る堀を来ました。は、跳ね回る堀。はい、松浦さん熱くないか。いや、外れたらいいでしょうか。外れたらここ、でも役物来てないじゃないですか。いや、役物なくてもこれ熱いですよ。何言ってるんですか。もう女外れたら、はい、恥ずかしくて言えないこと言わせます。なんですか、恥ずかしくて言えないこと。松浦は若干程度やぞって言われてますけど、ね、なんか背景出たから熱いっていう人もいるし、なんか背景出てたから役物出るはずやけどとかね、いろいろ言われてますけど、愛してるのサインって言われてますけどね。前々も旦那に一言言おうか。赤。あ、そう、前々。あ、緑。あ、赤。赤なりましたね。オッケー。プロポーズの言葉とかあったんですか。あるよ。いやね、うちプロポーズらしいプロポーズもないんですよ。あるよ。あるんですか。え、松浦さんプロポーズあるんですか。は、あるよ、あるよ。今ありましたよね、言いましたよね。僕もプロポーズってしてないんで。あ、そうなんですか。はい、実際どうやるんですか。実際どうやるんですか。え、結婚して。オーケー。当たった、あれ。多分あの、あ、当たってないです。発展しただけ。あ、そっか、これ後半か。何しといて。あ、もう。あの、ちぎりリーチ行けば激アツですよ。あ、中村のさん、当たりましたね。ドンちゃん、箱入れやろ。あ、プロポーズしないとか、どうやって結婚したんって言われてますけど、あの、はい、うちも付き合い長かったんですよ、かなり、はいはいはい、21、2ぐらいの時から付き合ってて。長っ、あれも一緒ぐらいじゃない。5、6年付き合ってから結婚したんで、うん、なんかもう一緒におるのが当たり前みたいな、もう普通に。あ、わかります。で、その延長みたいな。それがサイコ店長も。あ、一緒ですもんね、長いですもんね。僕、丸9年ぐらいです。あ、すごいですね。もうなんか夫婦みたいなもんですよね。いや、ほんまそうですよ。だからうちらも別に席入れんでいっかみたいな話してたんですけど、はい、あの周りに結構お前らどうすんねやみたいな、はい、あのちゃんとするんかせえへんのかはっきりせえって言われて、はい、じゃあもうとりあえずちゃんとしとこうかみたいな。
まあいろいろこうね、役所のこう手続きとかもいろいろあるんでね、その辺の話とかも含めて席入れる形になったんです。松浦さんが今めっちゃしゃがーなしょぼぼんと顔して、多分誰も見てないから大丈夫ですよはい、お疲れ様でした。あやめてください、やつ当たりや、松浦アウトパリパリみたいなあ、それで結婚になるならいいけど、はっきりしないと不安になるなーね。まあそうですね、俺のジャガーに乗ってくれ。松浦さんは奥さんからプロポーズされてうるさいよって言ったらしいよって言われて、それはない、ひどいですね、それはない。うるさいよの語源の発祥は奥さんからってこと。あ、なるほど、うるせえよみたいな、黙れよ、ダメだったねって言ってますよね。今までに実際に言ったことのある一番キザな言葉を教えてくださいって言われてますけど、これやっぱ男性陣ですよね。男性陣、はい、キザな言葉、キザな、なんかサイコ店長とか似合いそうですけどね。いや、キザなことを言わないですよ、僕。あ、言わない。彼女、はい、彼女2位とかも全部取ってしまって、ナンパも含めて、はい、キザな言葉ナンパナンパも含めて、ナンパありきで、はい、一番これ今言って、もう今思い出したら恥ずかしいなぐらいの言葉、はいはい、なんかあります？なんでしょうねでも案外キザな言葉ってこう自分では思ってないけど、相手がね、あ、なんか今のちょっとこうキザっぽかってかっこよかったみたいな ね、ありますよね。嫌な流れだな。いや、今日の視聴者さん結構、ね、結構鬼畜ですよこれ、ね、こういう話が一番恥ずかしいですから ね。そうですね、恥ずかしいですね。いや、俺罰ゲームとか全然できるけど、こういう話本当に苦手だわもうもうどんどんぶっ込んでいきましょう皆さん。そうですね、うん、俺なんか保留になってくれってね、ちょっと意味わかんないですかっこいいな、意味がわかんない激安ってこと、いい激安ってこと。たこ焼き店長とムック店長はどっちが彼氏でどっちが彼女なのって言われてますけどね、どっちなんですかね。結構こうまめに連絡してくる方はどっちなんですか、お互いにですか。連絡いらんね、いらんメールっていうか、いらんことを送るのは僕の方が多いです。あ、じゃあたこ焼き店長が彼女です。彼女です、ね、絶対そうや。ね、女子結構いや欲しがるんかなと思って。あ、なるほど、うん、なんかムック店長の方がそっけない感じするけど、はい、でもちゃんと答えてくれるっていう感じはしますね、うん、ガキーってですねケロッと誰が松浦が乙女になってるみたいな、そういう話が一番楽しいんですよね。サイコ店長はキザな言葉似合いそうって言われてますね。いやいやいや、みんな鬼畜ですね。ムックは好き、ケロット柄がいいって言われてますね。うるさいよ、とりあえず奥さんに電話しようって言ってますけど、絶対嫌だよ。てかもう、あ、そうか、寝てますね、もう寝てるし。サンキュー取らしてもらうな、元気な子うめんでってことでね、その辺は社長に聞いてみます、今度は松浦さんの番、ブラックだからサンキュー無理そうだって言われてますけど、まあその前例はね、まだないらしいんですけど、まあまあその辺も含めてあの話聞いてみたいと思います。前々あなたが産休行ってる間僕を雇ってくださいってことでね、じゃあ、うん、エンデック連絡いただけたらいいですか、ね、ああ、もうじゃあすぐ今でも雇うんで連絡ください、はい、はい、松浦は若干で前々公開出産しようってことでね公開出産すごいなきついな、いや公開は嫌やな。そうですね、もう力むとかできないじゃないですかね。松浦嫁には言えないのにキャバ嬢にはよく言うのにねって言われてますよ。ああ、キラな言葉、時間が止まればいいのにとか今みんなフリーズした、今みんなフリーズした、どっちを選ぶかすごい悩んだんですよ今めっちゃフリーズしましたね。コメント止まってますけどシーン、そうそうそう、無視しちゃうかどうしようか迷っちゃったんで、ね、確かにね、そこ乗っかったら自分も怪我しそうなんで、ね、なんて言いましたよ、なんて言いましたっけ。いや、時間が止まればいい、なんて、なんて、寒い時間が止まればいいな時間じゃない、うわ、引くわ、時間が実際に止まったね、間違いない、うまい、あなたうまいうわー、キモー、息が止まればいいのにさすが、わらわら、寒いよコメント、ほんま止まりましたよ、ね、一瞬ピターンって止まりましたね、みんなピキってなりましたね、凍えたわ、完全にフリーズやったとか、ね、返していいのかって、多分視聴者さんも、はい、これ突っ込んでいくかなみたいな、そう迷ったと思う、寒気したって言われてますよね、間違いない。今日のたこ焼き店長と S って言われてますけどね、どうですかね、まあでもちょっとね、ハイになってるかもしれないですね、帰ってきてね。そうですね、やっぱ、はい、向こうで美味しくキスって、まあね、はいはいはいそれだけ。お、三鷹緊急入院って言われてますけど、これサイコ店長の台ですか。そうですね、ボタンプッシュで、あー残念、この勢いでもう一回延長交渉ってやってますよね。違うよ延長交渉って本当に止まったじゃねえか松浦間違いないですね
松浦さんが跳ね回る演出はどうですかって言ってますけどね。いや引きたいけど来ないですね。あ、松浦さん外したら奥様に愛してるって言ってねって言われてますね。さっき外れてたんで言わないとダメじゃないですか。ダメですよ。絶対嫌だ。あ、嫌なんや。絶対嫌だ。じゃあキャバ嬢のお姉ちゃんに言う感じで言ってもらったらいいんじゃないですか、ね、え、キャバ嬢のお姉ちゃんに言う感じで。なんて言うんですか、それは。時間が止まればいいのにって英語で言ったら何て言うんですか。英語で言ったら知らないよ、そんぶっ込み方おかしいだろ、ちょっと今日本当寒くて上着取ってきた。ひどいだろ松浦さん、時間止めるの上手だね。ぶっ込み方ひどいだろ。今ので周りの温度が数度下がりました。あ、ST 中の疑似めっちゃ熱いよってことでね。あ、そうなんですか。多分前回打った時も結構当たってたような気がしますね。まいまいさんは、はい、旦那さんに好きよとかって言うんですか。いや、私もあんまり言わないですね。言われます逆に。あ、もう最近はないですね、全然。あの、付き合い出した時とかはね、3年ぐらいまではなんかそういうのありましたけど、なんか普通の生活してたらなんかそういうのがだんだんなくなっていってるような感じはしますけど。店長とかはどうでした。なんかね、お付き合いも長かったと思うんですけど。あ、でもそう言われるとそうなります。なんかこう恋人とかねしみじみしちゃってるじゃないないっすね。でもないっすね。そういうの、でもそういうのはね、こう大事なんですけどね、持たないと。まあね、ちょっとそういう時間も作らないとなと思いますけど。サイコ店長の顔がちょっと引きずってる。ちょっと振られる振られるって思って、はい、実際どうなんですか。やっぱ言います。いや、言わないっすよ。あ、言わない。もう最初は言ってましたけど ね、 言 わ、 ね、言わんでもいいもんね、そういうのって。はい、なんかね、やっぱ心が通じ合ってる的な。おー、おかっこいい。今の名言、日曜の名言生まれましたね。皆さん覚えておいてください。心が通じ合ってる。一回言いますね、やめてくださいよ。あ、これ名言できましたね。名言できましたね。心が通じ合ってる。よかったよかったよかった。そんなん言わなくていいんですよ。照れてる。何と何が繋がるの。何がなんすか。しぼか。ひどい。ひどい。テンションがハイですね。心と心がつながる。はい、あ、そうですね。ラブですね。ラブ。悪意あるよ。あとあと恥ずかしくなるやつやんけ。ちょっと待ってね。前々がですけど。ハートトゥーハートですね。そうですね。そうですね。サイコ店長は彼女に愛してるって言うのって言ってますけどね。最近はちょっと言わないで、はい、まあ心が通じ合ってるってことで。まあ、そうですね。そう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 。いや、言葉に出さな何も伝わらんやでーって、ね、あの普通のこと言われてますわかりました、はい。手のシワとシワを合わせて幸せ。ありがとうございます。そんな言葉言えば言うほど価値下がるぞってね、言われてる方もいますから。うん、心が通じ合ってると思ってるのは男だけやとかきつい な、 きついな。の時間が止まればいいのみた大違いだなって言われてますけどね。間違いないですね。中村どんちゃんは、あの、振る相手は多分間違ってますよね。いつ予定があるのかなって。上司としてちょっと心配になってくるから、まあ、確かにそうですね。うん、もうなるほど。なんかご予定は、野崎店はあれなんですか。スタッフさんは結構こう独身の方多いんですか。結婚してる人間はいないですね。あ、そうなんですか。役職の方、役職全員フリー、ね、なるほど。いや、フリーということで、はい。中村堂さんの、彼女は募集中なんですか。いつでも募集中。あ、いつでも。じゃあ野崎家遊びに来ていただいて。そうですね、はい、中村堂さんにね、あの、お声かけていただいたら。そうですよね、はい、にっこりした素敵な笑顔で、はい、彼のいいとこ自転車こぐとき姿勢がいいですよ。そこっすか。めちゃめちゃ姿勢いいですよ。へえー、いや、ぜひね、野崎家遊びに来てもらったら、はい、まあ、たこき店長もいらっしゃいますんでね、はい、まあ、生手には最高店長もいらっしゃいますんで、ね、はい、ぜひ、はい、ぜひ遊びに来てくださいね。うちもあの独身ばっかりなんで。あ、そうや、はい、そうや、そうや。リアルカイジさん、はい、あ、独身なんですね。そうですね。じゃあぜひあのファンの方はね、はい、野崎店長縄手集合ということでよろしくお願いします。お願いします。サイコ店長、あれじゃん、コーヒーサービスが、はい、復活したんですね。そうです、そうです。縄手店も11月11日からワゴンサービス、はい、復活しましたね。そうなんですか。はい、ぜひあの美味しいコーヒーね、飲んでいただきながら、ね、遊戯台行っていただいて、はい、はい、いや、いいですね。私もよくあのホール行ったらああいうこうコーヒーサービス頼むんで、はい、あるとやっぱり嬉しいですね。美味しいですもんね。美味しいですね、はい、ぜひあの飲んでみてもらってね、はい、感想とか教えてもらえたらなと思いますけど。そうですね、はい、松浦さん、今年最強のカミングアウト一つ披露してください。
今年最強のカミングアウト、もうなんか年いじめみたいな感じでありますけどね。はい、今年最強のカミングアウトってなんだ、ちょっと待って、いきなり言われてもわかんないよそんな。じゃあちょっと探しておいてください。ああ、わかりました。はい、今年最強のカミングアウトってなんだろう。朝起きたら漏らしてたとかそうですね。ああ、それは21歳の時で終わりました、ね。あ、なんかこの間マクドで尿漏れしたとかでみんなコメント来てたじゃないですか。そうですね。それは若干寒くて寒くてどうしてもちょっとこう我慢できなかった。はい。ね、もう松浦さん初老近いですもんね、はい、尿漏れしたことはありましたけど。で、松浦さんのプロポーズの言葉はと言われてますけど、プロポーズなかったんですか。プロポーズありますよ。あ、ある。じゃあ教えてもらっていいですか。はい、いや、もう普通ですよ、本当に。普通って何ですか。いや、もう全然そんな、でもあれ、あれですよ、ひねりも何もない、はい、普通に、あの結婚しようか、みたいな。ありがとうございました。めっちゃ照れてますよ、顔が。感じでしたけど。多分、照れてるのは一人だけですよね。いや周り結構普通ですけどね。いや言った後ニヤニヤしてます。50年後も一緒にいてねとかそんなんじゃないんですか。いや全然そんな昨日聞いた言葉なんて俺言えないんで。なんでそんな照れる。さっき何て言ったんですか。え、なんて奥さんに言ったんですか。結婚しようって。どこで言ったんですか。ほらめっちゃ皆さん顔見て。キッチンで言いました。家のキッチンですか。はい、家のキッチンで。松浦さんカメラ目線で言ってみて。絶対やだよ。そんなんで照れる。絶対抜かなくていいから。結婚してくれればいいのにじゃないか。違いますよ、ね、松浦さんカメラ目線で。キャー照れてる。その後お尻触ったろって言ってます。触ってない。触ってない。照れるほどのことちゃうやんって言われて。いやいや、照れますよやっぱり。人のプロポーズ話はどの人の話も微笑ましくて好きで、ね。うん、まあでも幸せなことですからね。そうはい、ね、そうだから結婚式行ってちょっといいなと思いましたもんね。ですよね、思いますよね、うん、いいですね結婚式。まあでも結婚するんだったらやっぱりプロポーズしてあげた方がいいと思いますけどね。まあ女子でも男子でもどっちでもいいと思いますけど。なんか子供が生まれた時とかね、はい、こう話できないじゃないですか、プロポーズなかったら。あ、まあそうなんですかね。なんかネタにできないというか、ちょっと寂しいんで、うん、ぜひね、これから結婚ね、あの考えてる方はしてあげてください。うん、俺のために一生飯を作ってくれないか。あ、俺ベタ。いいっすよね、それ、まあ、いいですよね、うん、自然でいいっす。再現よろしく。それ俺の嫁さんだったら激怒するパターンですよ。ああ、なんで作らない料理をね、作らない方というか、う、家事分担する気ないのかよみたいなね。そう、マイマイはなんて言われたのってことで、うちはプロポーズございませんので、はい、なかったんですよね。そろそろみたいな感じだった、雰囲気だったんですか。じゃあ、いや、それもなくて、なんかあの本当になんかダラダラした付き合いになってたんですけど、はい、本当にあの親戚一同に言われまして、まあマイマイさんが読もうとしたコメントをパッて見て、パッてなっちゃうな。声がパッて漏れて漏れて。もう言ったらいいじゃないですか。何ですか。え、これですよね。多分そう、一緒だと思いますね。ね、キッチンで結婚しようって一線完全に AV やん。いやね、コメントいただいたんでね。AV じゃねえ。たこ焼き店長の離婚を切り出した時の言葉はとかね。切り出したってね、どういうことですかね。いろいろあってますよ。ねえ、それはいろいろありますよね。いろいろ。それは聞かれたくないくせにこっちは聞いてくるんですよ。でもどうなんですかね、その離婚って。まあでも最近ね、離婚率もかなり上がってますんで、私も別に離婚は悪いことではないと思うんですけどね。まあうちは結構親もね、ちょっと離婚歴ありますんで。そうなんですよ。だからまあ結構ね、複雑ですけども。まあでもできたらね、長く続けていただいてですね、幸せな家庭をね、築いていただきたいと思いますけど。はい、高木店長、最後店長にプロポーズの言葉を考えてあげてと言われてますよ。あ、プロポーズの言葉、はい、ぜひお願いします。どういうシチュエーションでなるんですか。あ、シチュエーションですか。シチュエーション、うん、なんかね、もう結構、あ、どうなんですかね。え、なんかぶっちゃけ結婚を、はい、じゃあ年内って言ったらもうね、あと1ヶ月しかないんで、そうですね、来年中に考えてるか考えてないかな。来年中には考えてますよ。あ、考えてるよ。ってことは結構、まあ結構詰めてると言いますね。そう、詰めて、だからそのきっかけ作りがまず大事やね。はいはいはい、うん、はい、まあでももうお付き合い長かったらどうなんですかね。こうもう本当にお家でやるパターンなのか、うん、もう逆にもあえてベタに行くか。例えば、はい、公園とか一緒に遊びに行って、はい、公園で子供がボールポーンってなって、はい、そのボール拾ってあげて、はいはい、返してあげて、キャッチボール、そうそうそう。でそこでこうベンチに彼女が座ってるとこ戻って、はい
族なろっかぐらいね自然じゃないだから何それ高木店長結構ロマンチストですね自然じゃないだからあのあなるほど、まあ、自然あ子供に可愛いよねみたいなんで一緒になろっかみたいな感じでなるほどねどうすかまあいいんすけどなんかねもうなんか9年一緒にいたらね、うん、やっぱかしこまるのは恥ずかしいで、まあ確かにありますよね、はい、だからそこはもともと同級生なんで、はい、いきなりこうやってじゃあちょっと話しあんねんけどって車の中で、はいはいはい、結婚しようかっていうのは恥ずかしいやんか、はいはいはい、それやったら公園とかでねなるほどその道具じゃないですけど、はい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 、何かを武器に、はいうん、言うのが一番自然じゃないかなってなるほどどうですかやりましょう市場内での公園でやりましょう前の手軽あの団地の公園ですねかしこまった方がいいお尻ペンペンしながらプロポーズしたらとかね最近公園でそんなことしたら通報されるあ今の公園サッカー禁止だからボールも当てても来ないよ何の映画の演出会でそこはじゃあ中村ドンと僕で子供役して、はい、一緒にこうキャッチボールしてあー言うて公園でするんか素直に俺の遺伝子残してくれていいやんこれドストレートですねかなりですね、はい、生放送でプロポーズってこれあの確か、関東のね、はい、平塚の放送で、はい、生あこのニコ生放送でプロポーズして、OK 出たらしいんですよすごい、はい、なんか電話かなんかでやったんですか電話だと思うんですけど、はい、やっていい、ね、OK もらったみたいですよなんか面白いけどそれ彼女 OK するかな松浦さん結構熱いって言われてたけどからのダメ今来たもう最後店長一応ニコ生でやると、はい、YouTube にもアップされるからそうですねずっと残りますよ、まあ、残りますよね、うん、ザマー、はい、YouTube がなくならない限り、はいはい、ずっと残ります、ね、お子さんが誕生した時に、はい、まあ、まあ、見せれますね映像としてはね嫌って言われた時どうするんって言われてますどうですかね。そして松浦の顔。最後で一応店内アナウンスでプロポーズしたらいいやん。店内お客様巻き込んでってことですか。店に呼ぶんですか。そうですね。店に来てもらわないとダメですよね。ということで2時になりましたね。なりましたね。はい。じゃあ松浦さんね、外れちゃったんでお疲れ様でした。お疲れ様でした。中村ドンさんの横では当たんないっす。僕のせいですか。そうそう。人のせいでした。おかしい。自分の引きのせいですよね。いやー当たんないね。299。そんなもんですよね。でもね、当たるときは早いですし。そうですね。当たらないときは、はい、全然当たんなかったな。全然当たんなかったな。運転しすぎてお尻痛いっす。店長そのままもう寝そうな感じですけどね。ちょっと待ってくださいね。はい。はい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。本日はね、メゾン一国リベンジ編ということでお送りしたわけですけれども、はい、じゃあまず感想、最後店長いかがでしたか。感想の方はなんか僕ですか、はい、すいません、はい、今イヤホン取れてました、はい、感想はいかがでしたか。いやまあとりあえず開始30分ぐらいで当てれたんで、はい、はいまあまあ見せれたなとは思うんですけど、結構エンディングまで行きたかったですね。何連前みたいに5連、最初が5連で、最初5連の、はい、その後単発の、はい、で終わりですね。終わりか6回ですね。6回ですかね、はい、はい、という感じで、まあ、結構続いてるねとこね、はい、お見せできた感じですけどもね、はい、はい、で中村堂さんが当たりが初当たりが1回、初当たりが1回で、はい、5連ですね。5連、あ結構伸びましたね、はい、っていう感じで、最初ちょっとね結構ハマってましたけども、で最初ちょっと1時間ぐらいが辛い戦いでしたね。でしたけどもね、はい、はい、まあまあそこから5連ですからね、悪くないのかなっていう感じですかね。でエンデック軍マイマイが打ったのが、マイマイが打って3連、そうですね3連でしたですかね、はい、で松浦が打って18連ぐらいしたんだっけしてない、してない、はい、お疲れ様です。してない、はいはい、してない。あーそうですか、はい、ということでね、じゃあ罰ゲームは松浦さん、ね、そうですね、一択ですね、はい、はぁ、あタコワキ店長、なんか今日の放送の総評を、総評、はい、総評、そうですね、はい、まあ唐辛子があまりリアクション取れんかったのが悔しかったな。せっかくねおばあちゃんも見てくれてたのに、見てましたね。ちょっと待って、ちょっと待って、俺らが悪いみたいな、俺らが悪いみたいな。いやすいませんでした。ちょっとだからまあ次12月じゃないか、1月に、はい、僕ちょっとまた戻るんで、はい、あその時にはその時なんかちょっと
面白いの探してきます。はい、お願いします。はい。そう、すいませんでした本当に。じゃあね、申し訳ございません。おばあちゃんに謝ってきました、ね、本当に、ね、すいませんでした。はい、ということで、はい、どうしますか今日。どうするんですか。はい、バーやるんですか。どうしましょう。バー一応どうしますか。ご用意も一応今用意してますけど、はい、ご用意もありますけども、やっちゃいます。行っちゃいますか。まあ、オーナーがやるんでしたら、オーナー、まだ今度別のもんがあるんやったらそれでもいいですしね。はい、いや、もう今日はバーやる気満々でね。やる気満々でね、まあ、店長、はい、やるね、やりたい、やりたいというか、はい、楽しそうにやってますんで。バー今です、ね、バーテン、じゃあ松浦さんのために回転準備してますんで、回転準備してますんでね、松浦さんのために作りましょうか、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、じゃあコメントね、その間読んでいきますかね。そうですね、お願いします。はい、どこですかね。プレゼントの中に指輪仕込もう。あ、ロマンチックですけどね。鈴丸が電話で言ってたよとかで、これ関東の平塚のね放送ですかね。はい、鈴丸さんですね。はい、いやって言われた時どうすんだよってことね。あの店内アナウンスでプロポーズして、いやって言われたらどうすんだよ。それは非常に危険なパターンですけどもね。どうですかね。そして松浦の顔、はい、むしろそれをイベントでやればいいよ。最後心配するのは消されても魚卓取っとくからってことですね。負け取ったらぶん殴る。ああ、なるほどね。負けてる人がね、店内アナウンスで結婚してくださいとか、ね、言われたらね、確かに腹立つかもしれないですけどね。、人になすりつけるダメな音の例松浦ってリベンジ達成できましたかということで、リベンジっていう前回の方が結果としては良かったですね。前回は長かったですからね、はい、時間が。そうですね、はい、はい、なっております。やっぱり松浦さんですね。どんちゃんのせいにする松浦さん最低。キコーナの店員でフラッシュモブやろう。あ、これもそうそうですけどね。なんすかフラッシュモブって、はい、フラッシュモブって何でしたっけ、ね、こう街中こう歩いてる人が、はい、こう急に同じタイミングで踊り出すみたいなね。あ、はい、映像があるんですけどね、はいはいはい、どうですかね。本当キコーナって名前のアイドルグループの親衛隊みたいでね、これ今日完全にこの親衛隊状態ね、この2人。そうですね、はい、どこファン、誰のファンなんですかね、はい、ですけどね。これ良くないですか。可愛 いよね、野崎、はい、野崎亀マーク、ね、ドラゴンボールの亀マークのそっかそっか、イメージしてくださいって言ったら、はい、オマージュで。縄手はないんですか、こういうオリジナル。縄手はね、はい、オレンジの T シャツしかないですね。あ、オレンジ T がね、あるオレンジ T、はい、感じですかね。あ、なるほど。今までの当たり利益ということで、最後と最後店長が打ったこちらの一番左の台が、5回と単発、はい、真ん中の中村丼が打った台が、5回5連ですね、はい、でマイマイと松浦が打ったこちらの3番目一番右の台が、3連だけか、はい、3連と0という感じですかね。はい、はいはい、いう感じになっております。エンネクーンの罰ゲーム、松浦の当たらないのは日常です。うるさい、これ見てください、オリンピックみたいでしょ。いや、オリンピック、バー二等賞三等賞みたいな感じで、バーたこ焼きだいぶね、なんかいろいろグッズが揃ってきてますけどね、はい、すごいですね、はい、着々と、女性はプロポーズロマンチックなシチュエーションで言われるのと、うん、平凡な日常でふと言われるのとどっちがいいんですかねってことで、これはどうなんですかね、女性的には。ロマンチック、キャラによる、人による、人によるですか、ね、と思いますけどね、はい、嘘をつで、たこ焼き店長、明日はカレーの日ですか、で松浦が打ってゼロ、初戦松浦、バーたこ焼きは、でカエル取ってきて今度香川で、カエル引っ張ってカエル一回食べましたけど ね、はい、感じですね、今日はいらんでしょう、はい、バーやろう、じゃあ松浦とたこ焼き店長罰ゲーム、え、はい、分かりました、はい、まあゼロはゼロですからね、まあ、確かに、はい、確かに少し売ってましたもんね、はいはい、触らん方がいいですねこういう時しかも ST 抜けちゃったっていう、はい、ありますかね、はい、先般は先般ですけどね、まあ確かに、はい、なんかこう見ると高木店長がわさびに見える、で今からお腹ゴロゴロパターンわさび、あのライターさんのわさびさんですかね、あですかね、はい、今日は何色、高木店長自作自演でってことで言われてますけど、ね、自作自演ね、はい、新しい言葉が出てくる、自演って野崎ちゃん推しの方々かなってことで、これ完全に野崎ちゃんっていうアイドルを、ね、好きな、ね、親衛隊の、ね、方ですねこれね、完全にね、はい、最後店長ハチマキ似合わないとかね、最後店長魔法衣が似合うとかね言われてますけど、ね、魔法衣、ね、それあれじゃないですか、ガロでしょ、あー、はい、バーとかオープンですかということで、松浦さんがこれから地獄を見るんですね、かわいそうにププーって言われてますけどね、どうですかね、深夜26時営業、はい、バーたこ焼き開店ですかね、はい、開店です、はい、オープン、はい、じゃじゃーんということで、はい、この間でも水曜日僕ちょっと荷物持っていた時、はい、ガチで嫌そうな顔してましたもんね、あの水曜日の放送でね、はい、急にたこ焼き店長来て、はい、なんかね、うわやばいみたいな感じだったんですけど、はい、今日はじゃあいよいよバーたこ焼き開店ということ で、 です、ね、はい、どうします、そうですね、松浦さん、え、ですよね、
松浦さんですよねっていう意味がちょっとよくわかんないですけど、はい、ちょっとバーのいいじゃないですか、かき氷のバーなんでね、ブルーハワイ、あ、これこれやっぱ臭いな、これいつによってもちょっとマイマイちょっとこれこっち持ってもらってるんですか、あ、ちょっと待ってくださいね、はい、あ、ほんまや、なんか残ってるやっぱり、どこ持っていくんですか、あ、横に多分でもクローズちゃいます、まあこれほらトップショー、トップショーで、これ多分今からサブに入ってくるやつな、あ、なるほど、はい、あ、まあ横に横に、はい、L 字に、こういうこと、はい、そうですね、はい、どうしましょうか、はい、松浦さん向こう座った方がいいんじゃない、え、真っ先に逃げていきましょうね、松浦さんこちらへ、徹子の部屋みたいな感じで、お客様なんでね、ルルルルルルルいやマスター今日も疲れた、一杯オリジナルお願いできますか、はい、マスターのオリジナル、今日は何がおすすめですか、今日はねマスター、あの一応あのこれかな、いいの入ってるよいいの入ってる、いいの入ってるよ、新鮮だよブルーハワイも入れてください、色綺麗やからこれいいですね、ね、綺麗ですね、はい、普通でいいよ、普通マスター、寸劇これとかなんか、そうそうそう、それちょっと気になってます、カラシス味噌とかグロソースけどね、それこれまあ、じゃあ白は次やな、あー、なるほど、白は消えた、ブルーブルーブルーでいきましょうかクローズ、あ、オレンジャーでいく、ここ、はい、ナシウォーターってあるよ、ナシウォーター多分普通ですね、その辺はもうあの、ね、普通のあのジュース、じゃあ、ね、ドス黒いやつかね、やっぱこの行きましょうか、結局まあ1等2等3等のどれかが入ってくる方がいいでしょう、まあまあそうですね、はい、何でもいいです、1等2等3等で最近こいつの使用率が高くなってきて、かなり高いですね、アガーは、これちょっと、まあ、何でも一緒ですよ、本当にこっち回ってきた時に死んでるから、そうですね、まあ、黒酢も大概と思いますけどねブルーレッドブルー希望でブルーレッドブルーブルーレッドブルーって難しいな、ブルーレッドブルーブルーレッドレッドブルー、もう一個優柔不断なマスターって言ってますけど、ブルーいやいや、ブルーレッド、ブルーレッドブルーでしょ、これこうでしょ、ブルーレッド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 ですね、ブルー、いや、もうブルーブルー、青青レーベルですよ、デスソースの、クローズアガーブルーハワイって言ってますけどね、クローズクローズは必須、アガーブルーハワイ、あ、じゃあもうこういうことね、こいつらってことね、皆さんが見たのは前の見たナンバー1ナンバー2にナンバー1ナンバー2が、はい、青に勝てないっていうことを見したい、証明したらいいんですね、もう気持ち悪い、本日はホスト2名付きですありがとうございます、ご指名ありがとうございます、じゃあやりますか、とりあえずそうそうです、ね、サイコ君やりましょうか、はい、松浦お疲れやから刺激が強い方がいいでしょう、いやいや逆逆逆逆時間の代わりに松浦の息の根を止めてください今日はサービスしちゃうよ、おいやもう全部怖いよ、掛け声ある、サービスしちゃうよ、アガーハワイ黒酢入り、アガーハワイ親衛隊おもろすぎるって、うん、アガーハワイか黒酢ハワイかどっちがいいです、どっちでもいいですよそんなどっちでもどっちでもいいわ、パスポートいらないですよ、アガーハワイの黒酢割りでって言われてますけどね、いやあのあれでいいですか、黒酢、はい、黒酢俺本当に苦手なんで、普通でしょ、これはこれは普通の、そうそう、マリブルハワイ、そうそうそう、色色のね、ちょっとだけ飲んでみたら、普通普通普通ですよ、これ飲んでいいですか、あ、もう全然いいです、甘いよ、普通なんで、もう甘いぐらいですね、うま、ん、い甘い、めっちゃ甘い甘い甘すぎですね、氷にかけるやつでしょ、そうそう甘い、はい、現役なんで、うん、多めに入れといた方がいいかもね、特技はブラジルミウシだそうです、これでもやっぱ色綺麗ですね、めっちゃ多くないですか、うん、多くない、おお、糖尿病なのかな、まだ見えないですけどね、シェイカー振るんでね、うん、でこれ今日はサービスしとくよ、お、それ入れちゃうんですか、もうわさびとからしと生姜、全部使うんですか、それこれ動かないとあれですねこちょっと全部はやめてくださいね、ちょちょって、はい、ちょちょってそう、持ち方が4本手にいっぺんに持つとか持ち方が危険すぎ、だいぶボットンいきますよね、危険すぎる持ち方が、最高店長が助手っぽい、本当にちゃんと向いてますからね、はい、ありがとう、はい、助手隠し味きた、隠し味ちょろちょっと持ち方がおかしいよね、ちょい酢味噌黒酢たっぷりメガシャキコースでお願いします、怖い怖い怖い、色が綺麗ですね、最高わらわらと言ってますけど、マヨ追加、マスターからのサービス、松浦さん良かったですねと言ってますけどね、うわ、いっぺんに
あかん入ってますけど。あれ入ってますよ。ます、はい、今日も河川敷色のカクテルかな。名前最後につけてくださいね。名前名前ちゃんとつけて。名前ね、はい、隠し味隠れるかな。その4本持つとか意味が分かんない。あ、宇宙で出た。うーわー、ちょっと待って、ちょっと待って。これは、ちょっと待って、ちょっと待って。わさびと生姜の量が半端じゃない。すごい。なかなか、助手しっかり。うわ、これは。うーわー、それやりすぎだって、絶対、まあ。結構入れましたね。その割れ箸でちょっと。あっちゃ、ジンジャー。そうですね、体温まりますね、これ。よしじゃないよ。何がよしなんだよ。まだブルー残ってますよ。大丈夫です。若干感じてください。大丈夫。まだいい感じです。これ多分美味しいよ、まだ。生姜はギリセー。黒酢は入れないのーって言われてますけどね。よし。シェイカーに匂い残りそう。松浦さん、でもたまには黒酢ない日もいい欲しいですよね。まあまあ別にそこまで入れると思うな。もう一緒ですけど。あ、黒酢希望という方も。いや、松浦さんが飲む体なんですね、もう。そうみたいですね。え、違うんですか、飲まなくていいんですか、これ。いや、まあそれは危険はできますけど。あ、危険はできる、うん、あ、そういうシステムなんですか。どうします。いや、まあ飲みますけど。素敵なカクテルができそう。親衛隊2号による混ぜ混ぜサービス。はい、松浦なめっこ政治になるのかと言ってますけど、まあちょっとお疲れない、疲れてるんで、これいきますか。久しぶりにタフマン、ノニマン、ノニマンのノニマン、ね、この絵が面白い。ここのマスターお遊びが過ぎるんだねって言ってますけど、ね、間違いない。松浦さんなんだかんだで欲しがりですね。ちょっと飲んでるし。ちょっと飲んでんじゃん自分で。あ、クラッカー鳴らすの忘れた。クラッカーのぎ回転って回転。あ、それじゃあまた次回来週も。知らないよ。あのチンチンだよね、あのボタンとかあったらいいんじゃないですか。あ、オーダー、ね、そうそうそうです、ね、はい、今度買っときます。僕分かりました。じゃあドンキホーテ、気合入りすぎだから。本日はたこ焼き研究室を博士と助手ですかって言われてますけどね。あ、懐かしいですね、はい、トンネルズ。トンネルズありましたね。飲んだ。これどうしよっか、なんか粒みたいなの浮いてんねんけど。これ生姜かなんかの。そうですね。シェイクしても無理ですかね。生姜とかですね。ある程度は。今日は多分炭酸は入ってないんでシェイクはできそうですけどね。アガ入れたらダメなんですよ、この間。アガは後でじゃあ、うん、じゃあ久しぶりも黒酢なしで。行きますか。こいつ行きますか。行きましょうか。どんだけ刺激物っていう。デスハワイで。デスハワイ。デスハワイいいっすね。デスハワイ、わさびと生姜も入ってますけどね。それかまあしじみいい感じ。しじみいい感じ。しじみ結構匂いがね。そうそうそう、黒酢もちょっと入ってます。あ、でも結構濃いですよね、味。しょうがない、僕全部松浦さんにもっと子供作ってほしいから。マスター頑張って。子供関係、作ってほしいから。子供関係あんのそれ。あ、しじみいい感じね。しじみでちょっと、はい、しじみでいい感じ。精力で。子供関係ある。まあ、あのタフマン入れてる時点で結構もう精力あれあれいいと思いますけどね。はい、くさ。自爆した自爆。こんなもん。こんなもんでいきますか。わかりました。じゃあね、はい、シェイキングやりますか。うわー、です本当にちょっとにして。ちょっとにします。ちょっともうそれ液体にするとです本当にきつい。ね、きついもんね。どんな色になるかな。アラクレモン。ほら、ブルーレッドって言ってたから。そうですね、ブルーレッド。いや震えが。でも色は結構いいっすよ。お、いい。じゃあ、サブでしょ。じゃあ飲んでよ。ちょっとおせっかい出る。ちょ、結構いいっすよ。じゃあ飲んで自分で。はい、アイスにしますか、ホットにしますかって言われてますけど。どっちがいいですか。これホットの方がきつそうですけどね。どっちもやだよそんなの。そういう問題じゃねえだろ。色はわらわら。言われてますけど。じゃあシェイキングタイムですね、店長の。これね、はい、今日いとこに僕こんなんやってるっていうのを言っちゃったよ。32にもなって。32? いや、そんなこと言ったらこの人36ですよ。そうです、年関係ないじゃないですか。ちょっとね、鼻で笑われましたよ。22のね、もういいから早くやってください。あ、グラスの縁に黒酢塗ったらいいねって言われてます。そんな細かい、あのテキーラの時みたいにね。そんな細かい、ではいらないソルティードッグやったっけ。たこ焼きダンスタイム来た、はい、じゃあお願いします。松浦さんの目見てやる。目見てやる。必勝を祈願して。意味が分かんない。意味が分かんない。振りがいがあるよ。
腰振ってる。祈祷、祈祷師みたいなね、祈祷師、祈祷師。どっか行った。どっか行った。どっか行った。祈祷師、祈祷師だった。体の方が動いてますからね。はい、腕よりね。何この人。松浦さん、マスターは寂しがり屋なんだから話し相手になってあげてって。やだよ、もうほんと。音ほとんどないやん、なってますこれ、氷入れた方がいいんですかね。ああ、アイスね。ああ、いいっすね。お、音鳴ってますね。祈祷師、どこに行くのかな。疲れてるはずなのに。22歳に笑われたって思われてます。自己満タイム始まった。どうしますか、これを。つー。これいきますか。お、割りますか。マヨネーズ、なんかマヨネーズちょっと塗ってあげる、ここに。プチギね。もう早く、ちょっとぐだってるんで、早くしてもらっていいですか。はい、だいぶぐだってるんで。結構たっぷりいきますね。最高でしょ、結構いったね。お、綺麗、綺麗、綺麗。お、綺麗。ブルーハワイが勝ちました。どっから飲んでも全然ソルティじゃないと。うーわ、はい、行きます。うわ、すごい、綺麗、色いいんですよ。何この化学融合。何これ。いいですよ、これ。やっぱサファイア、サファイアみたいな色。体に悪そうな色。ちょっと匂いだけ、匂いだけ。小学校の頃に作ったスライムの色みたいな。なこれ。これ生姜がきついですね。スライム。あ、生姜の匂いが。綺麗。これじゃあお名前なんて言うんですか、これ。今ガブって言われる。匂いでそんなになるとかどうなん。名前は、名前は。名前。はい。はい、そうですね。30年後の大阪アバン。こら。色めっちゃいいよ。そう、綺麗になってるんですよ。中国の川の色やんって言われてますけど。絵の具だね。絵の具にあったな、ビリジアンって言われてますね。ビリジアン、ビリジアン、うまそう。完全に。とりあえず美味しくないことだけは分かる。体温まっていいねって言われてますんで。じゃあこれをブルー、何でしたっけ。ブルーレッドブルーでしたっけ。ブルーレッドブルー、ブルーレッドブルー、はい。名前22歳に笑われたにしようって言われてます。それでしましょう。22歳に笑われた。22歳に笑われた日。分かりました。2014。わかりました。2014。これほんまに飲むんですか。なんで松浦さんが飲む手になっちゃったんですかね。当たってないからですか。パチパチパチ。ゴミみたいなの浮いてる。そうなんです。それ何やろうと思って見てたんですけど。それは多分柚子胡椒か。ああ、柚子胡椒か。ジャガーの涙。ゴミが浮いてると思ったの。袋。今日入った面々。松浦さん、あの空のコップ。用意しといた方がいいんじゃないですか。あ、そうですね。これこれください。カラコン。いってらっしゃい。はい、すみません。ゴミわらわらって言ってますけどね。22歳に笑われた、まあ。チューブのフォートップが入ってるんでね、今日。なるほど。マーライオン。あー、夏休みみたいな。もういいですよ。もう意味が分かんないよ。はい、じゃあ。突っ込めない。いただきます。はい。22歳に笑われた2014。なるほど。あ、これ、これあれですか、香りを楽しんでるんですか、香りを。そうそうそう。あ、なるほど。ブランデー方式ですか、これ。すごい匂いすんね、これ。さすがにゴミは入れますね。一軒。こんだけ入ってるんですね。そうそうそう。こいつら、この面々たる。半分以上入ってるやつ。すごい匂いするよ。まあね、でも一番きつそうなんどれですかね。生姜。あ、生姜。生姜の匂いがきつい。チューブがすごいね、もうあの、はい、量が多いんでしょうね、これね。生姜。マヨの入り口がまず辛いって。そう。これね、地味に地味に辛いこれ。地味に辛い。地獄っすもんね、それ。地味に辛い。スタメンやばいね。ワインじゃないんだから。マヨネーズがお出迎えですね。まだ飲めたやつがないっすもんね、作った中で。そうですね。飲み干したら何かに変身くらいできそうだねと言ってますね。ナメック星人になるんじゃないですか。いただきます。はい。うーわどうすか。あかん。口の上にマヨネーズつけて。マヨネーズをつけてます。もうお子ちゃまなんだから。戻ってきた。あ、消えてしまわれた。コップじゃ無理やと。コップは無理やったね。これじゃもう足らんと。
降臨、まだ口に残ってるやんって言ってますけど、ね、店長めっちゃ笑ってるこれ面白悪い顔してるこれ面白いな、しょぼん松浦降臨22歳の頃の辛い記憶がって言われてますけど、あそんな効果があるんですねこれ。そうですね、思い出しっていう松浦さん、はい、バイバイ無邪気、残りは誰が飲むんですかって言われてますけど、もう無理でしょう。もうてかマヨネーズも浮かんでるんですけど、うん、これまあでもこれまだリバースしてないから、まあまあ入ってないですからね、はい、笑われた記念に店長もどうぞ言われてます、店長もどうぞって言われてます、ね、大げさだよ店長試してみて、店長飲もうか、マヨネーズがきついですねやっぱ、まあね、うん、マヨネーズきついですね、いやこれ言われてますね、店長飲もうっていう声もあるし、どんちゃん行こうかとかね言われてます、なんで僕なんですか、わかんない、どんちゃん記念に行こうか言われてますね、何の記念なんですかねこれね、あこれ後ろ見てください後ろ、うわまだマヨネーズつけてますからねこれあそれ あえてまた自分でつけたんじゃないですよね、もともとついてたやつ、うわ臭い、これここ置いてても臭いですねめっちゃまずい笑われてへこんだ2014生姜生姜多分や生姜がすごい、ジンジャーが匂いがすごいですもん、このマスターマスター飲んでこっちにつけとくよって言われてます、あ、ありがとうございますあ、そうですこのなんかゴミゴミゴミ浮いてほんまにゴミみたいな浮いてますハイゴレイが見ている、もうぐだるよ、じゃあ店長飲んで締めますか、もうぐだるから、はい、ぐだるよ、じゃあお願いします、はい、お願いします、お願いします、なんであぁ、めっちゃ勇気いる、これ、よう入れましたね、口の中にめっちゃまずいよ普通もう普通やないですか、あぁ、もうめっちゃ勇気いる、まずいよ、はい、いやいや、お願いします、マスター飲もうって言われてますけど、最高店長あぁうわうわうわはい、ということでこんな感じで抑えきれなかったっす、ちょっと今お見せできない映像になってますんではい、ということでね誰やこれ作ったん、あなたです、あなたゲロゲロ顔が青いって言われますけど、やばい、はい、何の味がきついんですか、いやもうこれねえ松浦さん、こいつら4トップ強いですね、こいつ4トップカルテット、いやほんま涙出たでマヨネーズがやっぱマヨネーズ入れすぎですよ、マイルドにしてくれてないんですかマイルドフラッシュということで松浦さん、はい、ということであーめっちゃ残ってる口の中あははって言われてますけどね、まずい、まずい、ほんまにまずい、もう残ったやつちょっといっといて、いっといてっていっといてないじゃないですかさらっとさらっと、いかないよ、あと あのあと1分あるから、あと1分えどうするんですか、あ店長飲むんですか、やめときもやめときましょうか、もうもうやめときましょうよ、はい、次回クローズつくんでじゃあどっちがマシかわかんないですけどねペロってペロって、はあ、やばい、甘いのもなんか変におるんですよね、だからなんかね、うん、アブルハワイですかね、アブルハワイ知れっと言ってる、うわなんだゴムいや最初チューブのやつが強すぎて麻痺してるんですけど、吐いた後に甘いのが来るんですよね、来るしかもそれなんかね、あのゴミみたいなの、なんですかあれ、あの柚子胡椒ゴミってゴミゴミゴミがね、後から自己主張始めるんですよ口の中でゴミ、はい、めっちゃまずいっす辛いとかじゃなくてなんか気持ち悪い、気持ち悪い気持ち悪い、上がってくるだから、はい、アガーを脱いだ結果こうなっちゃいましたってことや、だからゴミが、ゴミがすごいゴミすごい邪魔、マイマイさんちょっと一回もう結局なんかみんな飲むパターンみたいな感じですね、あ、そうですか、これみんなでなんかどんどん追求していかないといけないですね、あ、そうですか、美味しいものを求めるゆえに、マジ美味しいものを求めてこのありさまないでしょあ、そうですか、めっちゃまずい、あのあ、じゃあ
シジミとか。いやもうこれマヨネーズちょっとひどくないですか。時間が経つにつれこう、なんか浮いてますよこれ。ゴミゴミゴミみたいなやつが浮いてるでしょ。マヨネーズないわ。私マヨネーズほんま嫌いなんですよね。あ、そうなんですか。マヨネーズ割り箸でこう避けますピッて、あかんかったらスプーンで避けましょう。マヨネーズちょっと取って。まあ、もう多分一緒ですよね、もう取っても。あ、ほんまや、ゴミがおる。ゴミっていうか、種みたいな。中入っちゃってますからね。ドン行かなきゃ男になれないぞ。ゴミ扱いするの。アグアは必須。あれあ、はい、おドライした。いやいやいや、ドライした。そうなりますよね。いや、これ、あかん味ですわ。いや、なんかすごい拒否ってる、これ。気分もあるかなる味やもんな。うん、切れそう。いや、作った店長っすか、これ。飲んで切れそうになる味。自然と涙出ます。まずね、なんかここまで持ってきたときに口入れたくないんすよ、なんか匂いが。ここ、いけないんですよ。この舌がこのザラザラくる感じが、これ胡椒なんですかね。ほんまになんか吐きそうになる味っす。つわりつわりだ今つわり。もうえ、まあ今日もやっちまったな。はい、やっちまいましたね。この企画ちょっと何回やるんですか。バーたこ焼きってカクテルいろいろ作れば無限にできるんで。まあ、そうですよ。創作は自由、無限大ですかね。無限大です。恐ろしいですけどね。つわりがひどそうだ。誰が作ったのは。なんか涙出てきた。涙出ますよ。めっちゃ泣いてるし。あ、めっちゃしんどかった。めっちゃ泣いてるし。うわ、やば、はい、これやばいな。恐ろしいよこの企画。めっちゃ口痛いですよ。はい、そうそう。あと何回ぐらいやったら僕正式なマスターとして。正式なマスター。いや、マスターでしょ。もうかなりね、マスターはマスターですけど、はい、ちゃんと提供できますかね。はい、いや、もういいんじゃないですか、別に。20回ぐらい。うわ、きついな。他のね、他の店舗の店長にも飲んでほしいですね。いや、ほんとね、行きたいんですけどね。チャンスは今月、はい、今週先週、うん、はい、いっぱいあったんですけどね。怖い。他の店長飲むってことは毎日俺が飲むっていうことですかね、大体。でも木金は大丈夫じゃないですか、月曜日と。いやいやいや、でも可能性が高いのはね。視聴者が心配になってまうわ。手に入れますけど、これはちょっとどっかでやめなあかんすね。でもね。そうですね、負の連鎖は断ち切らないといけない。どんどんね、はい、シェイカー壊れたらもうできなくなるんじゃないですか。怖そう。怖そう。怖そう。まあドンキホーテで1200円で買える。はい、売ってますからね。そう、シェイカーがね、壊れない限りは。ということで、なんすかねこれ、ほんまいつも。はい、まあ、ね、ちょっと反省会ですね、後で ね、はい、集結で回転してねってことでね、店長集結でやるかもしれないですね。店長集結でこれやりたいですよ。だからこうコップ並べて、はい、あ、いろんな色のやつ作って、はいはい、そう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 。じゃあシェイカーその分いりますね。そうですね。ウェスカーに飲ませようとかに言われてますけどね。ただ多分まだ今の技術でやると、はい、ブワーッただこぼれるだけで。祈祷師がね、はい、じゃあそれまでに練習していただいて、はい、はい、ということで、今週はこんな感じでよろしいですかね。はい、はい、もうこれベロが回んなくなるんですよね、なんかね、本当に。今週はこんな感じでよろしいですかねということでね。来週は、縄手からでいいんですか。はい、はい、そうです。奇襲はどうしますか、来週は。まあリベンジのリングにしますか。あ、リングの、ライトミドルね、まだお見せしてないということで、リベンジ今回ねやる予定だったんですけども、はい、それを改めて皆様にご覧いただこうという感じでよろしいですかね。はい、はい、お送りしますね。じゃあ来週は市場縄手店の方からお送りしますね。ぜひまた日曜日の24時になりましたら、この時間、はい、遊びに来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、お知らせとかももういいんですかね。あ、黄色もうこれで、はい、明日キコーナ野崎店ね、明日黄色スピーラブ野崎、キコーナ野崎とね、いう形になってますんでね、黄色いシャツ、目印という形になってますんで、ぜひ遊びに来ていただければと思いますので。ああ、これまだおろしたてやのにはもうブルーハワイついてるやん。あ、あれ明日着るんじゃないですか、それ。明日着る感じですね。ああ、
本当だ、見えますかね、ちょっと見にくいかな、うん、明日一発目やのにブルーハワイすでについちゃってるということで、まあまあまあ、でもまあ、はいはい、お待ちしてますので、そうですね、はい、ついてる、本当についてるかどうか確認しに来ていただければいい、そうですね、いいかなと思いますので ね、 はい、よろしくお願いいたします、うん、はい、あっ、それ見て笑うわって言ってますね、はい、ぜひ野崎店お越しいただければと思いますのでよろしくお願いいたします、お願いします、はい、ということで今週はこんな感じでお送りさせていただきました、キコのチャンネル、日曜野崎&市場の当て店、野崎&の当てのライトでこういうパス対決、また来週お会いしましょう、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、さよなら、さよなら、おやすみなさい。おやすみなさい。